2021年7月1日ここ東京ドームシティホールで新たなプロレス格闘団体グレイトが誕生いたします。この歴史に刻まるであろうこの大会の実況を担当いたします、私村田春夫です。よろしくお願いいたします。そして本日の解説席を紹介しましょう。プロレス解説といえばこの方、柴田壮一さんです。はい、今日も一緒にグレイトを楽しみましょう。来ましたね、もう旗揚げ戦といえば、はい、ワクワクしますね、ドキドキしますね。結構柴田さんは旗揚げマニアとお聞きしましたが、はい、そうですね、IGF とかですね、WJ とか、そしてあのリングスの旗揚げさんもですね、こう実況席解説させていただきまして、もうあの時のワクワクが蘇ってきますね。じゃあ今日柴田さんがこうやって放送席にお越しいただいたのも何かの運命かもしれませんね。そうですね、本当にね、この歴史の見届け人、生き証人になりたいですね。はい、はい、今日はよろしくお願いします。今日からまた新たな歴史が始まると思います。そしてもう一方、UWF を解説していただくのに最もふさわしい方にお越しいただきました、山崎和夫さんです。はい、山崎です、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。最もふさわしいかどうかはちょっと別としてですけどもね。そうですか、はい、でもやはり選手としてやっぱ UWF、そして UWF インターナショナルと、はい、そして新日本プロレスと、まあ、活躍されてきた、まさに今のこのグレイトのスタイルに一番、まあ、ふさわしい解説者と言ってもいいかもしれません。たまたま言っただけです。でもどうですか、このグレイトがそのリデット UWF という UWF スタイルをまあ復活させた、まあ、この思いというものは。いや、その UWF のルールでやる試合を久しく目にしてなかったので、今日本当に楽しみにしてきました、うん、はい、じゃあもう純粋な気持ちで、純粋にもう楽しみたいですね。わかりました、はいはい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ早速ですが、このグレートという団体は通常のプロレスルールを G プロレスリング、そしてかつての UWF ルールに改良を加えたリデット UWF ルールという2つのルールがございます。これについてちょっとね説明していただきたいんですが、まずは柴田さん、はい、この G プロレスリング、はい、あのグレートですね、はい、グレート本当はあれですよね、 GREAT かな、あの普通の英語の偉大とかね、R ですね、はい、R ですね、R でございます。そして今回リデットさんという方が、はい、リデットという会社が親会社ということで L になってて造語なんですけど、これはもう新しいプロレスを作ろうというね思いだと思うんですよね、うん、そういう意味で L はそうなんですよね。本当にね、疾走感、スタイリッシュというのをねテーマに挙げてますけども、その通りのメンバーが揃ってますんでね、これは本当に今日から新しい G プロレス始まるんだと思います、はい。でルールの方なんですが、柴田さん、はい、この G プロレスリングというものはもう皆さん慣れ親しんでいるプロレスのルールとほぼ変わらないと、はい、そうですね、通常のプロレスルールで行われますよね、はい、はい、でいろんなスタイルの選手が集まってますんでね、あらゆる形のあらゆるスタイルのプロレスを楽しむことができると思います。で非常にこうキャリアのある選手もいるし、今これからぐんぐん伸びていくね選手もいるということで、今日見なきゃ損ですよこれ。そうですね、はい、プロレスは必見です。僕はね、彼の旗揚げ戦を見、旗揚げ戦で彼を見たというね、そういうね後で自慢したくなる試合になると思います。さあそしてリデット UWF ルールなんですが、はい、まあルールの方はね、リデット UWF が独自に、規定したルールがあるんですが、山崎さんどうでしょう、このまずはグレイトリデット UWF ルールというものを、まあ、第一印象といいますか、まあ一番大きく違うのはやっぱこのルールのことで、はい、ロストポイント制だと思うんですね、ロープに逃げたら1点失う、ダウンしたら1点失うっていうところが通常のプロレスとは一番違うところだと思います、うん、まずそこを頭に入れていただいて、UWF の試合を見ていただきたい。僕もまあそれをやったことがありますんで、持ち点が最初5点で減っていって5点失ったら負けとか、うん、時間切れになった時に、ポイントが少ない方が負けとか、そういうことが皆さんちょっと、昔見てた方は懐かしく思われるかもしれませんし、初めて見る方はちょっとそれをね、頭に置いといて見ていただくと分かりやすいと思います。まあ、今回リデット UWF ルール、まあ、シングルマッチと、タッグマッチがあるんですが、はい、その名称がシングルバウト、ダブルバウトという名称になっているところに、はい、ちょっと山崎さんとしても懐かしさが込み上げてくるんじゃないでしょうか。そのダブルバウトと、通常のタッグマッチと一番違うのは、仲間が自分の味方が試合しているときにリングに入っちゃいけないっていうのがダブルバウトで、うん、
プロレスの場合タッグマッチだとこう2人で攻撃したりすることがありますけど、そういうものがないと思います、はい、そこは一番大きく違うところですね、はい。まあ、そのねリデット UWF ルールの、ルール説明の方は、この後、大会の方でリデット UWF ルールが行われる前に皆様の方に詳しく説明していただけるということなのでお待ちください。さあ、いよいよですね始まろうとしております。まあ、このグレートという団体、まあ、ファンにとってもいろんな見方があると思いますが、まあ、等しく盛り上がっているということは確かだと思います。まあ、このねやはり期待感の大きさというものはこのグレートのオーナーでありますリデットの鈴木社長の思惑通りといったところになるんでしょうかね。柴田さん、あの方とお話しすると本当にプロレスを好きなんだってのね、うん、プロレスラブをねひしひしと感じますので、またあの社長でかいですよね。そうなんです、あの非常に背の大きい方でやってらっしゃったのかなっていうくらいね、ご自身がやられたらどうなんじゃないかと思うくらい、そう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 、もう多分いつかはねリングに上がるんじゃないかと、それぐらいプロレスをねお好きな方がリードされてますんでね、このいい団体になりますね、はい。まあ、鈴木社長のね一つの夢の形がこのグレートという団体かもしれません、うん。さあぜひ皆さん今回のねグレート旗揚げ戦ご意見やご感想をツイッターハッシュタグをつけてツイートしてください。ハッシュタググレート、これ先ほど柴田さんから説明がありましたように英語の偉大のグレートではございません、 R ではございません、リデットの L をつけた GLEAT グレートです。お間違いのないようにお願いいたします。さあ、まあ、今回柴田さん、はい、グレートはまさに旗揚げ戦なんですが、いわゆる本格旗揚げ戦ですよね。はい、はいはい。なので、実は、7ヶ月ぐらい前になりますでしょうか、10ヶ月かな、はい。グレートバージョンゼロというですねプレ旗揚げ戦が後楽園ホールで行われました。これ柴田さんご覧になられました？はいはい、拝見いたしましたよ、はい。やっぱりねなんていうんですかね、大きな船出の前のちょっとしたねこうちょっと見せる、うん、チラ見せ、チラ見せ、これはねファンの心をね煽りますね、うん、はい。そうですよね、まあ、そこでね非常に皆さんの期待値が膨らんだグレートでございます。さまざまな発表ごともあの時の後楽園ホール大会にはあったんですが、はいはい、まあ、柴田さん、はい、もう皆さんご存知のように、まあ、全世界、まあ、コロナ禍ということで、はい、まあ、当初予定していたことというものにだいぶ変更というものが、加えられて、まあ、その前回のグレートバージョンゼロで発表されたことが全て実現しているわけではないんですが、柴田さん今できる全てのことを今日のリングに注ぎましたね、はいはい。今現時点でできることを全て全力で実行しましたね、はい、はい、素晴らしいことだと思います。でしかもですねこのグレート、助走はこの今日の、ね、7月1日のために助走はずっとし続けておりました、はいはい。実験マッチという形で、何度も試合を行いましたし、そしてここ最近はですね、何度も実際に会場でお客さんを入れて興行を行ってますよね、うん。G プロレスと UWF スタイルの分けてやってましたかね、これはね。そうなんですよ、はいはい。これはやっぱりお互いそれぞれってことなんですかね。はい、UWF ルールと G プロレスリングルールが同じ大会で試合をするときには、うん、グレートという冠が捨てられます。でプロレスのみ G プロレスリングのみが行われる場合は G プロレスリングの大会、うん、UWF の大会のみが試合のみが行われる場合はリデット UWF の大会という、まあ、そういった明確に見る側にとって見分け方ができています。じゃあグレートっていうのはすごく豪華なカードが見られるわけですね、うん。そうですね、一粒で二度も三度も美味しいという一、はい、枚のチケットでね違うスタイルを見られるという、うん、体験できるというね本当に。どうでしょう柴田さん、そして山崎さん、はい、今日の、ね、大会、まあ、いろんな選手が出ますけども非常にバラエティに富んだ興味深い、選手参戦してますよね、はい。いやもう全選手が注目ですよね、うん。ただG プロレス部門では、ね、やっぱりカズ林さんテクニカル部門を担当している方なんですけど、彼は日本だけじゃなくて世界 WCW メキシコねいろんなマット酸いも甘いも経験してきているので、その経験をやっぱりこのリングで若い選手にも、ね、伝えていってほしいと思いますので、彼の動きっていうのはやっぱり重要だと思いますね。そして山崎さん、はい、リデット UWF の名のもとにその UWF 選手たちも、何人か名を連ねております。いや田中実選手とかね、船木選手とか本当に久しぶりにね、リングの上で動く姿を見れますんでね、ワクワクしてますし、どうしても今日のメイン、翔選手対、伊藤貴則選手、はい。まあ、翔選手は新日本プロレスで、
戦っている姿何度も見てますけれども、おそらく今日の UWF のスタイルっていうのを初めて目にする動きが出てくるんじゃないか、そこは非常に興味深いですし、それ対戦する伊藤貴則選手は僕は本当に初めて、見る選手なので、どういう動きをするのか、どのくらいのスタミナなのか、テクニックはどうなのか、すごく楽しみですね。ということは山崎さんにとって今日の大会の、まあ、気になるカードというのは、はい、そのメインイベントということになるんですね。はい、まあ、そういった UWF の技術的なこととか、もう本当に今山崎さんもね、今日本番が始まるにすごく興味深げに資料の方を目通されてましたもんね。おそらく今まで僕が見てきた翔選手とは違うことをやってくれるんじゃないか、うん、そして伊藤選手はそれにどう対応してどういうふうに勝負していくのか、非常に楽しみですね。うん、まあ、伊藤選手は空手がバックボーンがあるそうで、はいはい、で翔選手も、まあ、新日本プロレスでデビューしたんですが、まあ、アメリカ遠征時代にはね、柔術やそして MMA の経験もしておりますので、とても興味深い名イベントになると思います。さあでは柴田さんの方にはですね、はい、G プロレスリングの方の注目カードをちょっと挙げていただきたいんですが、はい、G プロレス部門の名イベントですね、第4試合、T ホーク対川上隆一ですかね、はい、やっぱり現時点の G プロレスの誰が先頭てっぺんを取るのかと、うん、この2人がやっぱり争うことになると思うんですよね。誰がこの G プロレスをリードしていくのか、そしてこの2人は非常におしゃれ番長なんですね。 おしゃれ番長、はい、私服もねなかなか素敵なんですよ。あと髪型もねビシッと決めてるんですよね。髪型もね、髪型、ティーホーク選手も週に1回は神田のね老舗の床屋さんに行くらしいですね。昨日行ってきてビシッと整えてきてます。で川上選手は表参道あたりの美容院でヘアサロンでいろいろと皆さん決めてますからね、おしゃれ番長、スタイリッシュなプロレス、G プロレス、そのいろんな本当にいろんな意味で具現化した体現化した2人なんで、ファイトはもちろんなんですけどね、やっぱりこういでたちといいますかね、入場の時のこう歩き方とかね、そういうところまで注目してほしいし、もしあれだったら私服を、ね、拝見する機会があれば川上くんなんてね本当にかっこいいですよ。まさか私服の話が出てくると思いませんでしたが、はい、確かにこうやって今ね対戦カード2人の選手の写真が出ておりますが、ちょっと雰囲気似てますよね。似てますね、本当に G プロレスの今日の最後を飾る、2人にふさわしい、2人がふさわしい、 今現在のプロレスラーの2人、そうですね。ただねこれから今日のいろんな選手、もちろんね UWF の選手だってプロレスにチャレンジすることもあると思うんですよね、うん、その逆もあると思いますので、どうなりますかということですよね。本当楽しみです。この、まあ、キャリア的に、ね、この2人がプロレス部門で、ね、やっぱり今ちょっと一歩半歩先に行ってるのかなという気がしますけどね、うん、まあ、今のグレイトが自信を持って G プロレスリングで見てもらいたい、うん、まあ、2人の選手、2人の戦いということになりますし、そして山崎さんが、おすすめした UWF のメイン、伊藤選手とそして翔選手もそのリデット UWF ルールで今一番見てもらいたい、まあ、2人ということになるんでしょうかね。いや翔選手なんて新日本プロレスのスター軍団の一員じゃないですか。はい、トップランナーです。いやよくこのリングに引っ張り込みましたよね、うん、いやこれも ね本当ね X として発表されたんですが皆さん驚きましたからね。いや僕もねびっくりしましたよこれ、はいはい、まあ、確かに本当によくぞここまでというカードが揃ったと思いますし、名イベントに、まあ、翔選手のプレッシャーもそうですが、まあ、伊藤選手はグレートの人間なんで、まあ、それにかかる 両肩にかかる、ね、プレッシャーというものはさらに大きいものになるでしょう。看板背負ってますからね、負けられないですよね。伊藤選手はオリジナルメンバーの2人の1人ですよね。そうですね、はい、最初に発表されたのは伊藤選手と渡辺相馬選手ということで、はい、まあ、一番の生え抜きということになります。で渡辺相馬選手はね G プロレスリングルールでもそしてリデット UWF ルールでも今日1日2試合やりますからね。これもすごいことです ね、ダブルエーターしかも違うスタイルに、はい、いやいやこれ本当楽しみですね。まだ若い選手なのでそういった意味でねさっき柴田さんがおっしゃったように今日この日彼らの戦いを見たということが後々の自慢になることは間違いないと思います。ぜひ皆さん楽しみに待っていてください。さあいよいよです。伝説となる2021年7月1日東京ドームシティホールグレイトバージョン1、そろそろ時が来たようです。皆さんもこの歴史的瞬間を共に見届けていきましょう。 TDC ホールグレイトの戦い、さあ皆さん一緒にグレイトをしましょう。 行こう、もう少しで
2021年7月1日熱狂と浸水できるリングに集いし、21人の選手たちがここ東京ドームシティホールに集結。グレートバージョン1全選手入場。レイコーナー、ティーホーク。
エレス UWF よりダブルバスを2色一本勝負アンコーナー井口哲也。同じくアンコーナー松井大志郎。2021年7月1日東京ドームシティホールグレートバージョン1。目の前の扉を開くのは誰なのか。永遠のライバルと出会い決して譲れない戦いで輝きを放つリング、それがグレート。選手の激闘にどうぞご期待ください。選手退場。準備が整い次第スタートいたします。そのままお待ちください。準備が整い次第スタートいたします。
キープレスリング。第1試合キープロレスリングシングルマッチ20分一本勝負、エルリンダマン VS 田村隼人。ただいまより第1試合キープロレスリングシングルマッチ20分一本勝負を行います。まずは青コーナーより田村隼人選手入場。2021年7月1日東京ドームシティホール、ついに噂のグレイトがそのベールを脱ぎます。本格旗揚げ戦グレイトバージョン1、オープニングバッチはグレイトプロレスの戦い G プロレスシングルマッチ20分一本勝負。まずこのグレイトの戦いの舞台リングに最初に足を踏み入れるのは田村隼人です。2019年7月高橋道の子率いるジャストタップアウトに入団、9月にデビュー。そして今年2021年1月ジャストタップアウトを退団しフリーとなり、自由な戦いをこの大海原打って出ました。さあこのグレイトのリングで田村隼人、どんな大物っぷりを見せてくれるのでしょうか。続きまして赤コーナーよりエル・リンダマン選手入場。エクスリングマンエル・リンダマン、フリーの田村隼人を迎え撃つはグレイト、そしてストロングハーツ、エル・リンダマンです。その両手に持たれた2つのベルト、ストロングハーツ117パウンド、ジュニア2冠王エル・リンダマン。インターナショナルジュニアヘビー級王者にして NWA 世界ジュニアヘビー級王者、ジュニア2冠王者、ストロングハーツエル・リンダマンです。レフリー今井大輔。 G プロレスリングルールで争われます20分一本勝負のシングルマッチです。改めて放送席を紹介しましょう。解説は柴田壮一さん、そして山崎和夫さんです。お二方よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあいよいよ柴田さん始まりますね、はい、第一試合ですよ。いやこれね素晴らしい試合が組まれましたね。G グレイトのね立ち上げにふさわしいですね。本当にスタイリッシュでスピード感あふれる試合をね得意とする2人ですから。いやでもこうやってリング上で見ると田村隼人選手のデカさというものが際立ちますけども、はい、山崎さん、エル・リンダマン選手のコンディションの仕上げ方半端ではないですね。まあ筋肉のキレはね素晴らしいですよね。そしてチャンピオンなんでしょ。そうなんです。エル・リンダマン選手身長は161センチ、決して大きくはありませんが、ストロングハーツの中で一番元気があるともっぱら評判のエル・リンダマンです。まあ鉄砲玉というね表現がふさわしいかどうか分かりませんけれども、ストロングハーツの鉄砲玉ですよね。リープフロッグ、リンダマンドロップキック、田村隼人を迎撃していきます。さあこの体格差というもの、体重差というものをエル・リンダマンがどう埋めてくるか。田村隼人178センチ103キロ、おお素晴らしい、いきなり飛んでいきました。トペコンヒーローまだ終わらないぞ。リンダマンダブルトペコンヒーロー盛り上がってるぞ。出し惜しみしませんね。いや2連発でしたね、はい、ここは俺たちのリングだ、ここはグレイトなんだということをこの東京ドームシティホールのお客様に見せ捨てています。田村隼人、これは一本取られた形になりましたが、もちろんこの田村隼人選手がこれだけで終わる選手ではないことはみんな分かっています。いやポテンシャルの高さはね定評がありますよね。金属バットを持って入場しましたけども、甲子園球児ですからね彼は。あれはいわゆるその
ヤンキーを表したものではなく高校球児なんですよね。そうです、甲子園に出場した準優勝ですからね。準優勝したのはあの前橋育英高校の野球部、しかもレギュラーで甲子園を経験しております。わあ素晴らしい、パワーで圧倒する田村隼人。盛り上がれ、おい行くぞ、見とけ俺を。このパワー差、そして体格差、体重差で一気に圧倒していくか田村隼人です。あ、これはまずいことになった。逃げ場のないところで逆水平とエルボー、重そうですね。ボディブロー、すごいエルボー入ってますね。ホーラーホイップ、これをフェイントを使った、走り込んでの逆水平。逆水平もエルボーも重いですね。体重乗ってますね、はい、この自分の体格の使い方というものを山崎さんよく分かってるでしょうかね。そうですね、上半身非常に大きいですし、あのももも太いですからね。これリンダマンとしてはいくらジュニア二冠王者といえども、これがっちりやったらきつそうですよね。そうですね、あの大技を連続で食らいたくないですね。あ、なるほど、畳み込まれたくない、はい。まあ、そこをね手数とか動きで、まあ、カバーするんでしょうけれども、ちょっと今押されてますよね。これ田村君ってまだキャリア2年足らずでしたよね。2019年9月デビューですね。もうこれでしっかりね試合運びもできてますよね、うん、大したもんですね、はい。胴タックルに行きましたが、これは田村に止められてしまいました。グラウンドに持っていこうとしたのか、エル・リンダマンがっちり掴まれたが、お足をかけ、あ、だが構わず、おお、これ攻めたのは田村の方でした。いや今ねリンダマンもこう丸め込もうとしたんですけれども、パワーで許さなかったですね。いや、あんな低いところからよく投げ切りましたよね。スイングネックブリーカードロップ、そして何を狙う田村、やっぱすごいラリアット、まだ止まらない、もう一発くる、ああなんだ、抱え合い水車落とし。エル・リンダマンの秘められたパワーが、背筋には定評がありますけどね、素晴らしいですね。素晴らしい背筋でしたね。リンダマン選手のねスープレックスはね非常に定評があります。だがまともにこの田村隼人の大きな技を立て続けにもらうと、いくらリンダマンといえども、おっと力と力がぶつかり合う、素晴らしい、100キロオーバーの田村隼人を投げ切りました。一瞬持ち上げるタイミングだったんですけどね、はい、リンダマン選手の方がうまいタイミングで上げましたね。なるほど、さあここはエル・リンダマンの強みを使っていくか、トップコーナー、打点の高いミサイルキック、いやすごい飛距離でしたね。柴田さん、こうやってやっぱ高さやスピードを生かすとリンダマンの時間になりますよね。はい、そうですね。いや、負けてないな、スピードは負けてないですね。しかしドロップキック、意地と意地がぶつかり合う。田村隼人が来る、それを捕まえてエクスプロイダー、リンダマンが来る、だがそれをおおおおおポップアップ式、あーだが田村隼人ダメージがあるためカバーにはいけませんでした。いやー今ダメージゴブゴブじゃないですか。ですね、いや2人ともね攻めがすごいですよね。攻め続けてますからね、田村選手の今のね山崎さん、はい、ポップアップ式のデスバレー気味の、まあ、ボムですか。あれはね本当に見事でしたね。あのタイミングとパワーがね一致しないとあれができませんからね。そうなんですね、なるほど。そしてね何よりこの表情、そしてリング上での佇まい、ふてぶてしさすら覚えるこの堂々とした戦いっぷり、田村隼人です。まあデビュー2年とは思えないですよね。エルボーの連打でコーナー、いやロープに追い込んでいくエル・リンダマン。さあ次はおーエルボーとエルボー、火花が散る、ラリアットとラリアット、頭部すごい音が伝わってきましたよ。まずいことになったのはリンダマンが行く、かわして、うわ入った、
大丈夫か。首に食い込んだラリアット、カウント2、よく返しました。いや、喉仏が大丈夫ですかね。フィニッシュ行くぞ。手応えがあったか田村隼人、フィニッシュ宣言。さあ、このグレイトの第1試合、この大事な大事な第1試合でインパクトを残すか。横売り式のエビ固め、これをガチで抑えていく。カウントは2、バックエルボー、さらにローリングエルボー、ラリアットもよく見ている。ローリングエルボー、バックを取るか、バックを取るか、バックドロップ、早い。立ち上がる田村隼人を逃がしません。もう一発バックドロップ、最後にジャンプしますからね、リーダーマンはね、投げ捨てるときに、ね、嫌がる田村を、嫌がる田村を無理やり引きずり起こすが、これはバックエルボー、あー、ショートレンジのラリアット、もう一発かわして投げ切った、うん、そのままスープレックスホールド、固めた、カウント2。自分より大きな相手には手数、技数でいくしかないですからね、どんどん攻めていいですね。もうリンダマン、ここ止まれませんね。おー、ヘッドバット、すげー音がした。そしてクマ、クマ殺し、決まった、うん、決まったか。リング中央、うわー、決まらない。カウントは2、すべてを出してるか。いや、入れましたよ。この試合はものすごいぶっこ抜き。ジャーマンカウント3、勝った27秒、勝者エル・リンダマン。これがエル・リンダマンです。いや、最後のジャーマン驚きましたね、山崎さん。いや、まさにぶっこ抜きましたねもう村田さんがおっしゃる通りです。体重差20キロ以上あるんですが、あの普通ジャーマンっていうのは下っ腹に乗っけるとか相手の下に入るとか、はい、そういうものがジャーマンなんですけど、そんなの関係ないですね。本当にぶっこ抜きましたね。おい、DDC ホール、ついに、ついに、ついにグレートが旗揚げしたぞ。今このような世の中で蓋を開けてみれば全席完売御礼、皆様ありがとうございます。1953年に日本プロレスが始まって、そこから今までたくさんの団体今もありますけども、そのどの団体にも負けない、そんな魅力のあるリングを僕たちグレートは作っていきますよ。そんなこれから長く長く続いていくこのグレートの歴史の皆さん証人に本日なります。もちろん YouTube で見てるお客さんもこのグレートの第1ページ歴史の証人ですよ。ありがとうございますしてもらってる通り、僕たちはもっと声援が欲しいんですけど、今声援をくださいなんているような状況じゃないので、声援、大きい声を出す気持ちをぐっと押し殺して、皆さんの両手に集中していただいて、声が出せない分皆さん大きい拍手を選手に送ってあげてください。よろしくお願いします。さっきも言った通り、グレートのバージョン1は歴史のまだ1ページ目だ。皆さん歴史の証人になる覚悟はできてますか？まだまだ足りないですよ。もっともっと来てくんないと。グレートのリングは、プロレスのリングは僕たち選手だけじゃなくて、会場に来てるお客さん、そして YouTube で見てるお客さんも、テレビ画面の向こうから携帯画面の向こうから大きな大きな拍手をしてもらわないと困りますよ。もう一回皆さん大きな拍手の練習しますからね。おーい DDC、 グレートの歴史の証人になる覚悟はあるかー。
ックステージのレスラーたち聞いたか。おい、お客さんはこんだけ俺たちに期待してくれてるからよ。センキューセンキューセンキュー。おい、期待してくれてるから、その期待に負けない、いや大きく飛び越える戦いをこれからグレートは見せていきますので、グレートプロレスリングからリデット UWF まで皆さん楽しんでってください。盛り上がっていくぞ。さすがストロングハーツで一番弁が立つと、マイクが一番うまいというエル・リンダマン、持ってきましたね柴田さん。いや、口八丁手八丁というのはこのことなんでしょうね。やっぱりこの今日の旗揚げ戦のやっぱり第一試合、彼しかいませんでしたよ。はい、はい、最高です。山田さん、いかがでしたか。いや、非常に責任感を感じますね。そしてあの試合をやった後でこれだけ喋れるっていうね、呼吸が乱れてない、まあ、やっぱスタミナがある証拠だと思います。選手入場時および試合中に立ち上がったり、選手通路に詰め寄ったり、フェンスなどによじ登る行為は絶対にしないでください。観戦中はお席に座られたままでお願いいたします。声援やお話はお控えください。拍手、手拍子での応援はぜひお願いいたします。プロレスリング第2試合、 G プロレスリングシングルマッチ20分一本勝負、宮城美智子 VS 井上京子。第2試合 G プロレスリングシングルマッチ20分一本勝負を行います。まずは青コーナーより井上京子選手入場。セカンドマッチ This J Pro Wrestling Super Match Here Scheduled for 1-4 With 20 minutes Time Limit Entry with first 京子井上。2021年7月1日、令和3年、この時代にこの東京ドームシティホールにこのテーマ曲が鳴り響く。全日本女子プロレス出身レジェンド女子プロレスラーの一人、キャリア33年、井上京子がこのリングにグレートしに来ました。世界シングルチャンピオン井上京子。世界から人間界へ、宮城美智子が戻ってまいりました。そして戦う舞台に選んだのはこのグレートのリング。もうカサントラでもアンドラスでもありません。宮城美智子としてどんな戦いをこのグレートのリングで見せてくれるのか。グレートバージョン1第2試合 G プロレスリングシングルマッチ20分一本勝負、柴田さん、はい、井上京子選手ですよ。いや、これね、前女時代からですね、スーパースター、まあ、日本女子プロレス史の一角を占める方ですよね。その井上さんが上がってきてくれたということで、これやっぱり、グレートのですねリングがどんだけ価値があるのかっていうのを日本中のレスラーが分かってる気がしますよね。皆さんもこれからどんどん上がってきてくれるんじゃないでしょうかね。このリビングレジェンド井上京子に対して宮城美智子、
どんな戦いを見せるか。まああと柴田さん、この宮城美智子にも驚きましたよね。いや、あのカサンドラさんですよね。はい、あのアンドラさんです。あのアンドラさんですよね。あの魔界に落ちてた方ですよね。そうですね。いやいや、こんなに美人だったんですか。まあ、素晴らしい、はい、素顔は素晴らしいお方ですね。もともとは仙台ガールズプロレスリング、その後フリーへと転身しまして、一度はスターダムのリングでも戦っておりまして、その後フリーを経験して、宮城が選んだのはこのグレイトのリングです。山崎さんはこの2人の戦いどうご覧になりますか。いや、何しろ僕はあの女子プロレスを解説するの生まれて初めてなんですよ。これがまさに今、はい、この瞬間生まれて初めて女子プロレスの解説席に座っております。はい、じゃあこうやってもう間近でじっくり見るというのもそんなに経験がない。そうですね、まあ、あの井上京子選手はあの知ってはいますけれどもね、存在は。宮城選手は本当に初めてなんですが、前はペイントでもしてたんですか。そうですね、ペイントといいますか、あの悪魔的なものが顔に浮かんでいた方ですね。そうなんです、はい、なんかに取り憑かれてしまってたんですね。あ、さあこれは井上京子の得意技が出るか。いい表情をしています。さあ一気に上げていくか。ロメロスペシャル釣り天井固め、完璧に決まってますよね。これずっと使い続けている井上京子の技です。さらにカベルナリアに持っていきます。拷問技。今の釣り天井も親指を取って独特な持ち方してましたね、はい、あのグリップの仕方がとてもね独特ですよね。であとね、このね背骨折りのように見えますが、山崎さん、この膝がきついんですよね、この技ね。膝きついですね、膝、腰、首。しかもこれだけの体格差がありますんで、がっちりと井上京子にとらわれたら宮城動くことができません。さあ柴田さん、やっぱこの体重差、体格差を、そして経験差を宮城はどう埋めていけばいいんでしょうか。そうですね、なんかちょっと真正面から言ったらなかなか厳しいかもしれませんよね、うん、今なんかも井上さんが話したから逃げられたって感じですもんね。ちょっと今のところなすすべがないですね。コーナーホイップ一つ取ってみてもこの破壊力です。宮城選手はキャリアはどのくらいなんですか。キャリアはそうですね、7年ぐらいじゃないですか。そうですね、7年ぐらい、はい、まあ、カサンドラやアンドラス時代も入れるとしたらね、久々になって、柴田さん人間になって戻ってきましたからね、はい、そうですね、人間として活動していた時代はかなり少ないですもんね。そうですか、そうですよね、はい、これはカウントしていいのかどうか微妙ですね。まあでもこうやって、まあ、グレートのリングで宮城美智子として戦うという、まあこれ柴田さん、覚悟は感じられますよね、はい、そうですね、やっぱり自分の素顔に戻って本来のプロレスに挑みたいというのはあるんじゃないでしょうかね。精進したいというか。でグレートの一発目がこの井上京子戦というのはね、いや これはチャンスですよね。いや素晴らしい相手を用意していただきましたよね。ミサイルキック、今度は効きましたね。今のは乗ってましたね、はい、体重乗ってましたよ。かなり長い間攻められていましたが、ここが反撃の時間です。宮城、さあ打撃戦、おここからスープレックスに持っていけるのか。手が届かないですよね、うん、さあ投げられるもんなら投げてみるという井上京子。クラッチできないですね。いや、手をクラッチできない、フックできないと投げられるも投げられないんですよね、うん、まあ、クラッチ、グリップが大切ですか。はい、あラリアットで立てないか。いやこれまだ柴田さん、はい、井上京子選手余裕ですね。そうですね、まだまだ戦い足りないという感じですよね、さあおこれはフィニッシュ宣言かラリアットだが2で返していく。このままでは終われません宮城美智子。いや、あの京子選手あれですよね、体重乗せてきますよね、どんな技もね。ラリアットも必殺技の一つですからね、はい、全体重がこう来るんで大変ですよね、相手はダメージが大きいですよね。いやでもちょっと待ってください、これ KO 状態ですか。はい、カウントですか、うん、立ち上がれるのか宮城。これ山崎さん待ってますね京子選手が、
全然余裕がありますし息上がってないですね井上選手は。もう30年を超えるベテランなのに井上京子選手の方が動いてますもんね。余裕がありますよね。まだまだ戦い足りないとばかりに井上京子が宮城のこのファイティングスピリッツを引き出そうとしています。そう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 、もう何発も何発も行くしかない、もう数いくしかないですよね。このラリアット倒れ込んでいきますもんね。全体重にして一発の重みで勝負していきます井上京子。これ山崎さん、ある意味なんすか、心も見てますかね、京子選手は。そしてね、こういう時背中向けると危ないですよ。あ、前を見たいが、前を向くとラリアットが襲いかかる。またもや崩れ落ちる宮城、そこに耐え固め、返せるか。返した、カウント2。これ柴田さん、どうしたらいいでしょうかね、はい、これ宮城選手、グレイトのメンバーだという意地だけで頑張ってますけどね。うわこれを食らうときつい。あ、思いっきり頭打った、すごいパワーボム、カウント3。6分29秒、勝者井上京子。貫禄しかない、説得力抜群のパワーボムでした。いやー柴田さん、はい、宮城選手と井上選手の差というものがなんかまざまざと見せ捨てられたような。今日はね、宮城選手いい負けですよ。これをね、肥やしにしてですね、また頑張ってほしいですね。ここはやっぱり宮城選手のホームリングですからね、この旗揚げ戦でこの正直泣いてるのかな、これ悔しいと思いますよ。これただここからね、また一歩ずつ這い上がっていってほしいですからね。山田さん、はい、初めての女子プロレスの開催席いかがでしたか。いや、本当にこの悔しさをね、グレートの看板を背負ってる宮城選手にやっぱり跳ね返してまた立ち上がってもらいたいですね。いや、素晴らしい戦いでしたよ、はい、宮城選手はまた一つ一つ実力と自信をつけて、これ山崎さん、もう一度このグレートのリングで井上京子選手とまた同じカードで見たいですよね、はい、この悔しさを糧に宮城道子グレートで強くなっていきます。2021年7月1日東京ドームシティホールグレートバージョン1第2試合までが終了いたしました。さあこの後グレート G プロレスリング残り2試合です。そしてその後にはリレット UWF ルールの戦いが4試合という、まあ、1つ2部構成になっております。 G プロレスリングのメインイベントに当たる戦いは T ホークそして川上隆一のシングルマッチ30分一本勝負になります。 G プロレスリング第3試合 G プロレスリング6人タッグマッチ30分一本勝負、カズ林、渡辺壮馬、佐藤圭一 VS シーマ、鬼塚一成、入江重弘。Strong Hearts。 第3試合 G プロレスリング6人タッグマッチ30分一般勝負を行います。まずは青コーナーよりシーマ、鬼塚一成、入江重弘組の入場です。グレートバージョン1 G プロレスリング第3試合シックスメンタッグマッチ30分一本勝負の幕開けです。さあついにシーナ率いるストロングハーツがこのグレートのリングで正式旗揚げ戦となる TDC ホールのリングでグレートします。ここも黙るシーマの登場です。
もちろんもう準備はできています。これはくしくもシーマとカズハヤシが同じ T シャツを持ってこの TDC ホールでアピールした。かぶってしまった。これにシーマが過剰反応。シーマ選手がねこのグレートの T シャツ、まあ、各選手の写真をですね顔写真をフェイスアップで、女性化した、まあ、その特製 T シャツで TDC ホールのお客さんにアピールしていきました。さあ始まります。これはやはり T シャツかぶりということでシーマとカズが出るしかないでしょう。今ゴングです。これ柴田さん、はい、たまらない顔合わせになりました。いや、いきなりリーダー対決、対象対決ですよね。これグレート G プロレスのこの今後占う意味で大きな激突ですよね。2人がね、あのこの G プロレスに対する影響力が非常に大きいですよね。ロックアップからグラウンドの展開、リバースのインディアンデスロック、これはフェイントでした。首を取りに行ったが、カズハヤシすぐに動いていきます。深追いはしないシーマ、すぐにエスケープ。まあとにかく百戦錬磨、ベテラン、キャリアも積んでいます。一瞬たりとも気を抜くわけにはいきません。カズハヤシとシーマの戦い、いや両者とも世界も知ってますからね。今度はオーソドックスにリストを取っていったシーマに対してカズハヤシが回転を使って抜けていきます。足をすくっていく。カズハヤシも同じようにすくってカバーに行きますが、それを跳ねのけて、これはゴムとゴムの真っ向勝負です。そして青コーナーサイド、いくぞ、ストロングハーツから鬼塚一成、そして赤コーナーからは渡辺相馬が出てまいりました。まあ共にグレートではありますが、柴田さん、はい、まあ、ストロングハーツの、まあ、一番の若手、はい、鬼塚と、はい、そしてグレートの、まあ、これからの成長株、はい、渡辺相馬、もう負けられないですよね。まあ、どの組み合わせもそうなんですけど、若手のやっぱり出世構想というのが楽しみですからね。まあ、もしかするとこの2人の関係性というのは今のカズハヤシシーマの関係に将来的になるかもしれませんからね。数年後にはねこの2人が引っ張ってるかもしれませんよ。さあ渡辺相馬、もうドロップキック、ギリギリで避けていきました。よく見ていました鬼塚。ゴムに飛んでいく、かわして、ゴーはティヘラ、そこにすぐにシーマー入ってくる。山崎さん、こういうとこうまいですね。うまいですね。だが渡辺相馬対応している。いや今の流れと大体ピンチに陥るんですが、渡辺相馬よくしのぎましたね。だが入江重弘、アムライザーこれは来るか、キャリースプラッシュ。だが試合権利がないためにホールは認められませんでした。あの入江君ってのは岩のような体でゴムのように弾みますよね。いやパワーと重さがあるんですが、この入江選手のすごいのはスピードがあるってことですよね、はい、そうなんですよ。そしてこのストロングハーツの連携、一度捕まったら逃れることはできません。息が合ってますねこっちのチームはね。いやストロングハーツはやっぱりすごいチームのユニットですよ。
チーム力に関してはグレートオールかプロレス界でもトップクラスですね。本当そのガーツなんてのはね、あのコロナ禍がなければ世界にね進出しようとしてたわけですよね、はい、それがなかなか叶わずに、そして運命的なものを感じますよね。グレートが旗揚げをしたと、いやこれはもうね本当ストロングハーツのためにある意味ねグレートが誕生したようなもんですよね。柴田さんも驚いたんじゃないですか、はい、ストロングハーツとして活動していくと思われていたストロングハーツがいわゆるグレートに入団したってのは、そうなんですよね。だがその話題性で持っていかれるのは面白くありません。渡辺壮馬一発叩き込んでからパートナーの佐藤圭一にスイッチ。さあこの佐藤選手は柴田さんフリーの選手ですね、はい、そうですね。でも全日本プロレスからね、最初は全日本プロレスですよね。そしていろんな団体で頑張って全日本プロレスでデビューしましたが、すぐにフリーになって戦い続けています佐藤圭一です。さあ今度は試合権利が数林に移っていきます。連携はストロングハーツ良かったんですが、ちょっと鬼塚一成ローンバトルが続いています。鬼塚君もちょっとね、あの欠場してる時期もあったんですけども、見事に復活して頑張ってますよね。2019年2月にプロレスデビューをしています鬼塚一成、キャリア2年半、あのアニマル浜口ジム出身です。カズの逆水平が重い、体重の乗せ方が違いますね。この打撃ですか、はい、この一発やっぱり山崎さん、そのチョップにしてもパンチにしてもキックにしても、はい、打撃というのは体重ですか。そうですね。そしてあの上半身だけじゃなくて下半身をうまく使って体重を乗せる、この辺がちょっと動きとして違いますね。カズ選手はまあスイムは前もね、ライオンサルト、カズ林のこれはカウント2。世界中のマットのシミを舐めてきた男ですからね。もちろん栄光もね掴んできてますけれどもね。いやベテランなんですが、カズ林やはりこの一戦にかける思いというものが一つ一つの動きに見て取れます。さあその、はい、戦いながらね、このカズ林選手、それからシーマ選手の動きをね、身につけてもらいたいですね、この若い人たちにね。その場飛びの先頭はトミコ、カバーはカウント2。まあ、山崎さんから見ればカズ選手もシーマ選手もそんなに多く、まあ、こういう形で試合をご覧になってないと思うんですが、ただ、まあ存在はよく知ってますし、この試合一試合見てもね、やっぱり動きが違いますね。行くぞ、体重の乗せ方、試合の技の繰り出し方、はい、そういうところで、ね、戦いながら若い人たちはね、盗んでいった方がいいですよ。なるほど、はい、一番のお手本が今いるわけですもんね。まさにね、一緒にそのお手本と戦ってる感じですからね。さあ触発されるか鬼塚一成、そして佐藤圭一、セカンドコーナーからのミサイルキックは鬼塚。さあここはスイッチするチャンスです。だいぶ長い間戦っていました。ここでシーマが登場、うまい、すぐに動く先頭、渡辺壮馬が入ってきても問題にしません。まず林も捕まった、ボディープレス3人まとめちゃいましたね。鬼塚も行くのか、え最後に入江、これはまずい、これは佐藤選手大丈夫でしょうか。ちょっと味方のダメージも大きいですけどね。入江慎弘が戸惑っています。でも命令されたのは入江です。シーマがやれと言いました。そうです、リーダーの言うことを守ったんです。はい、さあ一気に形勢を逆転していったストロングハーツ、鬼塚バックエルボー、入江慎弘串刺しラリアット、ダブルニーアタック、これスピーナースからのアイコノークラスムーティディベアスタート、ダイビングエルボードロップ、驚異の4連コンボ、カウント2です。いや3人の息がもうぴったりですね。ほれぼれしてしまいますね、はい、シーマ選手は一つの技を繰り出している最中にもう次の技のことを考えながら動いてますね。さあやられっぱなしではいられない佐藤圭一、ケブラドーラコンヒーロー風車式背骨折り、さあどっちにスイッチするか、赤コーナーサイド、笠林
さあ渡辺相馬はシーマと入江のカットに動きました。赤コーナーサイド逆転の時です。ジャンピングエルボードロップキック、いいですね。今の思い切り良かったですよね、はい、タイミングがいいですね。さらにアバランシュホールド、これはカズ林が渡辺相馬のためにお膳立てをしました。これしました。空中サップは彼の得意技。ああ、やらせませんよ。おお、めちゃくちゃやりますね、入江選手。躍動してます、でも佐藤、しかし佐藤がトルメドプランチャー。あ、負けてない。シーマも行くのか。これにシーマ火ついちゃいました。もう行きますね、これは。シーマが行くのか、シーマが行くのか。止めついシーナー、放送席を破壊していきます。いや、まだだ、まだ終わらない。変態飛行トマトンヒーロー。いや、すごい。いや、ちょっと待って、まだ行きます。本当にまだ、鬼塚、鬼塚チャンスだ。鬼塚の気合がとんでもないことになっている。5人まとめろ。このテンションで飛ぶのか。5人生き生き、主力は鬼塚一世か。おー、うわー、エルボー入りました。場外にダイビングエルボードロップ。いやいやいや、渡辺君に入ってましたよ、見事に。いや、このテンションすごいですね。いや、すごい。これ山崎さん、なんかもう乗せられてるという感じでしょうかね。いや、もうね、思いっきり、あの渡辺相馬選手の顎に入りましたね。ピンポイントで入りましたよ、ね、いやー、大津塚の蝉の攻撃でストロングハーツ有利に試合を運ぶか。ここはベテランの勝林打開したよ。早い。そしてキャノンボール勝林だ。そしてトカーレフ飛んだ。届いた。ここからの畳み方が半端ないぞ。シーマ来るぞ来るぞ来るぞ、早い早い。おお、メテオラはギリギリかわしていく。このままでは終われない。渡辺壮もナイスフォロー。スワンダイブのミサイルキック、顎を捉えた。ブラックホールスラム、目まぐるしく攻防が入れ替わる。さあ佐藤貴一、入りを止められるか。ブレインバスター来た。これは見事。スペアタック、これ鬼塚の得意技ですよ。よく見ている笠林、捕まえてファイナルカット。この6人タッグ主役はカオ。まだだ、主役の座は譲らない鬼塚一世。今の決まったかと思いましたが、いや、本当に一瞬だけでしたね。ならばバックドロップ、1回転着地、エルボーで動きを止めていく。気合の鬼使いせー、あー、PK かわされた。裏カン、うわー、すごい、すごい裏カンだな。カウントフリー、勝ったのは主役は鬼使い一世。金星、金星。いや、今頭から突っ込んだでしょう。刺さりましたよね、大金星でしょこれ。もうフラカンラナというか、もうフランケンシュタイナーのような、そんな一発。いや、なんか勝った鬼塚が信じられないといった表情をしています。いや、これシーマも嬉しいでしょうね。あー、入江も自分のことのように嬉しそう。すごい。いやー、柴田さん、はい、まあ、ストロングハーツという、ね、ユニットではありますけども、まあ、あの鬼塚選手、シーマ選手、カズ選手、相馬選手はグレートの仲間じゃないですか、はい、このグレートの中での言ってみれば主役争いといいますか。そうですね、戦いがここまで熱いんですね。そうですね。そしてこれ鬼塚君がね、見事に、フィニッシュで取ったというね、はい、最後チーム戦でしたけど、最後のね攻防は鬼塚君の個人プレーでもありましたからね、頑張りましたよ。山田さん、いかがでしたか。いや、この若い人の中からね、誰が頭1個2個突き抜けるか、突き出るか、非常にこの今後も楽しみですね。
カンソ・キーマー選手がですね、若い人にスピードで負けてなかった、スタミナでも負けてないというのは嬉しいですね。そしてカズ・ハヤシがこの敗北にもう向きになっているのもこれいいですよね、山口さん。いやこれ押してましたからね、あそこで返されたのはやっぱりね、屈辱だと思います。なんかね、ベテランの選手になると一つの負けに対してあまり感情的になるのが恥ずかしかったりするんでしょうけども、カズ選手ももう浮き出しにしてますもんね。怖い顔で睨んでますね。ということはこれ柴田さん、グレイトというのは、はい、もう若手もベテランも関係ない、そう、一斉に用意どんの世界ですね。横一線ですね、ゼロからのスタートかもしれません。全ての選手が用意どんでこのグレイトのリングでしのぎを削り合う、そんな予感を感じさせる G プロレスリング6人タッグマッチ30分1本勝負、勝ったのはストロングハーツ鬼塚一成です。さあ東京ドームシティホール、グレイト本格旗揚げ戦バージョン1、グレイトのプロレス部門である G プロレスリングも残すところ1試合となりました。次の試合が第4試合 G プロレスリングメインイベントとなります。G プロレスリング、第4試合 G プロレスリングメインイベント、30分一本勝負、ティーホーク VS 川上隆一。ただいまより本日の第4試合 G プロレスリングシングルマッチ30分一本勝負を行います。まずは青コーナーより川上隆一選手入場。2008年大日本プロレスでプロレスデビューを果たした川上隆一、さまざまなタイトルを手にし大日本プロレスのストロング部門ストロング BJ において大きな存在感を発揮してまいりました。だが川上隆一はこのグレイトのリングを選び、そしてこのグレイトのリングでてっぺんに立とうとしています。続きまして赤コーナーより T ホークス選手入場。 対するはストロングハーツグレイト T ホーク、ドラゴンゲートからそして OWE ストロングハーツ、そしてここグレイトにさらなる熱い戦い、激しい戦いを求めてやってまいりました。本日の第4試合
Gプロレスリングシングルマッチ30分一本勝負、青コーナーグレート220パウンド、川上龍一。赤コーナーグレートストロングハーツ187パウンド、Gプロレスリング名イベント30分一本勝負のシングルマッチです。柴田さん、まあ、現時点でグレイトの G プロレスリングの、まあ、てっぺんを決める戦いと言ってもいいかもしれませんね。そうだと思いますね。もしここにチャンピオンシップベルトがあれば、この2人が王座決定戦を争うということになったんでしょうね。この大会前の入場式においてもお互いを強く意識し合っていた川上隆一とTホーク、現時点でこの2021年7月1日この時点でTホークと川上隆一どちらが強いのか決まります。あの川上君はね、あの在日本プロレス時代から他流試合が得意だったんですよね。そうなんですね、他の団体に出ていくとですね、より以上ホームリング以上に活躍しててチャンピオンシップ取ったりしてましたんでね、T ホーク、まあ、同じグレートですけども、まあ他流試合ですよね、育ってきた環境違いますんで、これまた川上君が自力を発揮するのかなという気もしますけどね。柴田さん、でも12年半ですか、はい、大日本プロレスで戦ってきて、今年の4月に金銭トレードという形でグレート入団、はい、これは本当に驚きましたよね。そうですね、川上君は全てを捨てて俺はやってきたんだと、うん、まあやっぱりこう新しいステップ、レスラーとしてもですね、次の段階行きたかったんでしょうね。まあでもいわゆるその引き抜きだったりとか、いわゆるそういう、まあ、ネガティブなものではなく、はい、プロレス界これ初という報道がありましたが、金銭トレード、なかったと思いますね、これまでもね、両団体の、ね、代表が並んで川上君と並んで会見しましたからね、はい、まあでも先にねグレート入りしていたこのTホークにとってはちょっと嫌なやつが入ってきたなということになるんでしょうかね。ストロングハーツのやっぱり今ねシーマンももちろんいるんですけれども、先頭にいるのがTホークですからね。いやでもTホーク選手、これ肉体見ても分かるように今日のこの旗揚げ戦のためにかなりやっぱコンディション絞ってまいりましたよね。はい、もうこれはねギリギリというかですね、最良の体重じゃないですかね、今ね。それに対して分厚さが増しているように見えます川上隆一。ショルダータックル一発にしても重さが違います。あの川上君久しぶりの4ヶ月ぶりかな2試合になるんでどうなのかなと思ったんですが、長期欠場してたこともあるし、僕は全く気になりませんと、すぐに実戦の感を取り戻せますという、ね、自信を示してましたね。まあ、もう13年近くこの、ね、マットで戦い抜いてまいりました川上隆一、その辺に関してはお手の物でしょう。低空ドロップキック、今まともに入った DDT、 強いです。膝正面からでしたんでね、効きましたね今のはね。今のは危険な一発でしたよね、はい、さあここからTホークが膝を狙っていくのか。足を掴んで、やはりそうですね、足狙いに移行しましたね。そうですね、足に絞りましたね。まあ、やはり山崎さん、最初の、まあ、組合だったりショルダータックルの打ち合いで、まあ、そういったその重さの違いみたいなものはティーホークも分かったんでしょうかね。そうですね、村上選手の体幹の 強さはね、見ててもやっぱ伝わってきます。それに対してこう意表をついた膝へのドロップキック、ね、そこからの足攻め、やっぱり考えながら試合をしているなというのが分かりますね。勢いだけではありません、クレバーさも合わせ持っています。ティーホークロホで追い込んで、これは川上ロープエスケープ、簡単に離さないところがいいですよね。パンチも追い込んでね、結構この山田さん、ブレイクの時っていうのはね、なかなかその危険な駆け引きがあるって言いますよね。そうですね、村上選手目離しちゃいけませんよね。これはお互いに言えることですけれどもね。さあパワーで押していましたが、膝への一発をもらって川上隆一、今すごい落としませんでした。膝
を叩き込んでいく。いやだが、おお、垂直、垂直落下ですね。今の脳天から行きましたよね。行きましたよ。これはティーホークとしても予測がつかなかったかもしれません。これ山崎さん、やっぱりブレーンバスターっていわゆる通常の背中から落とすタイプと垂直落下、これ投げられる方はどっちで来られるか分かんないわけですよね。いや分からないですね。タイミングがずれますし、はい、そして受け身が取れない垂直落下、もう首にかなりダメージがあると思いますよ。首がね一瞬詰まったような感じじゃないでしょうかね。しびれももしかするとあるかもしれませんね。そうですね。さあセブンで上がってきましたが、ちょっと脱力状態、こうやって見る限りはティーホーク戦える状況にありません。容赦なくストンピングを打ち込んでいく川上隆一。ちょっと腕に力が入らない感じかもしれませんよ。あ、逆水平もこれも重い、ずしりとティーホークの胸に突き刺さります。さあどうするティーホーク、容赦がありません。あでもちょっとまるで着付けのように川上の逆水平がティーホークに再び火をつけたか。カバーだ、ワンで返す。お互い逆水平に意地があるようですね。こういう時って山崎さん引けないんですかね。引けないですね。来るって分かってても胸を出して来い来いと、はい、もうあの気合も乗ってますよね。一発一発にね、両者ともに気持ちと言いますかね、はい、柴田さん重いですよ。そして何よりもなんかもうこいつだけにはもうこの時点で絶対に負けたくないというね、はい、なんかティーホーク選手と川上選手のね、いやもう顔を突き合わせてね、お互いにこうもにやみつけ合ってね、言葉こう怒号をね吐きながらね、すごい迫力ですよね。しかもこの試合のタイトルが G プロレスリングのメインイベントと銘打たれています。まあ、この後はリレット UWF の戦いがあるわけですが、今日のこの試合やはりたくさんのファンの方が見てらっしゃると思うんですが、柴田さん、はい、勝った方が、あ、この人が一番強いんだな、この人がグレートなんだなってやっぱ見ちゃいますよね。そうですね、あの G プロレスのこれからを引っ張っていくんだなということになりますよね。旗揚げ戦ですからね、この勝った意味っていうのは重いと思いますよ。ここで勝つ負けるは本当に天地との差がありますよね、はい、もうなかなかひっくり返せないですよね、一度ねそういう序列がついちゃうとね。でもおそらくグレイト、そしてリレットの鈴木社長としても、まあ、そういったカードをあえて求めたのかもしれません。いや、あの旗揚げ戦ですけどお祭りじゃないんですよね、やっぱりね、勝負なんですよね。先ほどの、ね、6人タッグマッチを見ていてもそうでしたもんね、はい、捕まえてよ、おう、うわ、サイドバスターに行くかと思いきやフェイスバスターでしたね、今カウント2、よく返しました。なんかあの一発一発えぐいですよね、うん、まあ双方ともですけどね。これ一発一発のダメージの深さといったらティーホークの方がちょっときつそうに見えますね。そうですね、ちょっと効いてますね、うん、体重差きますかね、こういう時になるとね。あ、ハンマースローは拒否していきますティーホーク。さあだがどうする、このハンマースローを嫌がった上でティーホークは何を考えているのか。今のエルボー、柴田さん、いやいや、もうね、すごいえぐり取ってますよ。これはフィット、ちゃんとキックから逆水平、負けてない、さっきのお返しか、ブレンバスターはやはり基本か、体の芯が強いですね、やっぱりね、半歩先行ってますよね、川上がね。いや、今、ブレンバスターが決まっていれば、ティーホーク、面白かったんですが。どうするこの状況、もう場外に落ちた、ティーホーク、ティーホーク、ティーホーク、大丈夫か、おー、すごい勢い余って自身が鉄柵に激突。いや、顔面からモロに行きませんでしたか、いやすごい思い切りの良さでした。これ山崎さん、やっぱもうこれ以上ないほどの企画が今一発で乗ってますね。気持ちでいきましたけど、喉元かね、胸元を鉄柵に思いっきりぶち当ててしまったので、
まあ、諸刃の剣ですけれどもね、ああいう技はね、やはり飛び技というものはそう言われますよね、山崎さん。大丈夫かな、お互い2人ともダメージあると思いますよ。これ柴田さん、はい、今のティーホークの一発は確実に川上にダメージを与えましたよね。はい、まあ、川上君にもダメージを与えたんですけども、ちょっとね、やっぱり諸刃の剣で自分もね、ダメージ食ってしまったので、ここから、うん、でもここはね、やっぱりティーホークが自分の技を決めたんだからね、頑張ってほしいですよね。さあ、場外カウントがついていきます。吉野レフリーの場外カウント、カウントは20まであります。20までにリング内に戻れなければカウントアウト、負けとなります。あー、やっぱり放ったティーホークの方が簡単に戻ってこられませんね。ちょっとダメージが深いですね。こう怪我っていうのはこう見えないところが危ないんでね、喉元、胸元大丈夫か。時間をギリギリたっぷり使って戻ってまいりました。ここはティーホーク踏ん張りどころか、逆水平、やはりキングオブチョップの、まあ、栄冠を掴んだこともあるティーホークにしてみれば、逆水平チョップでの打ち合いで遅れは取りたくない。負けるが、徐々にチョップの威力が増していってるように見えます。ロープに止める、エルボーで止める、川上止まらない、ティーホークバーブラ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 、今後頭部もろに後頭部入りましたね。落ちましたよね。首がね、くの字になりましたね、文字通り。先ほど食らった垂直落下ブレンバスターのダメージもおそらくまだ回復しきれてないうちに、ちょっとティーホーク選手の目が泳いでますよ。後頭部、そして首へのダメージを大きく大きく蓄積させています。よけた、よけた、グーと出していく、落ちる、落ちた、執念の一発です、ティーホーク。逆水平チョップ、これ今の場外の転落の時点で川上がちょっと膝を打った模様です。エプロンにもろに落ちましたよね、弾みましたよね。まあ、試合序盤のね、ティーホーク選手のテイクドロップキックや膝攻めがあったというものもありますけどもね、川上としたらこれ以上もらいたくないダメージを今の落下でもらってしまったか。ちょっとね、不用意にコーナー上がってしまったところがね、見逃さなかったですね、ティーホーク選手は。エプロン行くぜ、東京。だがこれ柴田さん、はい、ティーホークもまだ相当ダメージこれ残ってますよ ね、 喉元ね、なんか腫れ上がってる感じしますよね、うん、もうね、中入れろ、中入れろ、ほら、ここでパワーファイトいけるのか、パワーファイト持っていけるのか、ティーホーク、なだれ式、何無理か、ちょっと無理でしたね。よっしゃ、おお、何を狙う、これは今川上が何か、なんとトップコーナーからファイヤーマンズキャリー、高さを使ってくるか、川上きた、なだれ式のハリケーンドライバー、だがそれに立ち上がる、ここでケルベロス炸裂。いや、両者ともにものすごいダメージあるはずですよね、それでも立ち上がれますね。ダブルノックダウンを取りました。両選手に対してのダウンカウントが数えられています。ダウンカウントは10まで、川上が先に立ち上がる。さあ、気持ちはある、ティーホーク気持ちは前に出ている、だが体が言うことを聞くのか。うわ、すごいショルダーアタックル、逆水平、ここで
いやレスラーってすごいですよね。まだ力が残ってんですよね。まだまだ戦ってきて。山崎さんがおっしゃった通りもこの二人の逆水兵の意地がですね。意地ですね。ナックル、ナックル、拳が入ったが、記憶にやった。逆水兵、バックを取って裏地獄。回転、半回転。そしてキャーッ、カーカリのラリアット、ヘルメロス。いやもう気持ちだけで体は動いてますね。ダメージはこれ相当ありますよね。もうね起きるのもやっとなはずなんですけれども気持ちで戦ってますよね。いやこれやっぱりディープロレスグレートなというね2人のその思いは一致してますよね。ディープロレスリングのこのリングで川上もそしてティーホークも確実にグレートしています。お、川上、ああちょっと背中見せちゃった。ダウンカウントを拒否しましたね今ね、ティーホークがね。今危なかったですよ川上。なんだなんだ、あこの体勢からこれはハイジャックバックミーカーの形、 BT ボムを狙ってくるか。さあリング中央ティーホーク終わり、BT ボム決まらない。確かに柴田さん、はい、普通に持ち上げたらあの形に持っていくのはちょっと難しかったかもしれない、はい、考えましたね。アジャストしてますよね見事にね。でも2で返されました。いやもう両者とも自分に気合い入れてますもんね。それがなんか立ち上がれないですよねこれ。今の一発はティーホークにとって勝負をかけた一発だったのか、それともまだ続きがあるか。ヘルメロスに対しているの逆水平よかけラリアット、ねじ倒した。さあ今度は川上のターンだ。アップを取ってぶっこ抜いての投げっぱなし、あジャーマンスープレックスホールド、カウント2決まりません。なんで返せるんでしょうね。何ですかね。ファイヤーマンズキャリーから、おこれをひあー構わずハリケーンドライバー、早かった。カウント2、今抵抗してますもんねティーホークが。非常にね微妙なタイミング、あれはあの受けたティーホークかなり効いてると思いますよ。川上がティーホークの腕を掴んでリストを掴んで逃げられないようにしてのエルボーの連発。今度こそとどめを刺すか。これも効いた。これは返せないか。カウント3、17分26秒、勝者川上隆一。勝ったのは川上隆一、ティーホーク敗れました。で最後の一発もグッとねインパクトの瞬間伸びるようなさらなる落差をつけた一発でした。柴田さんいかがですか。いやこれね、Gプロレス、プロレス部門のメインイベントにふさわしい一戦でしたよね。いやもういつ試合がね決まっても皆さん納得してくれると思うんですよね。それだけの攻防を2人は展開してました。それを上を行くね、上を行く、何度も我々の、予想を裏切る粘りを両者が見せ合って、そして最後の最後素晴らしいフィニッシュ技を披露してくれましたね。この雄たけびね、うなずきますね。これはうなずいちゃいます。山崎さんはいかがだったでしょうか。まあ、勝負なんでね、どっちが勝ってどっちかが負けるんですけれども、お互いに力を出し切れる本当にいいライバルの戦いだったんじゃないでしょうかね。だが敗れたティーホーク、この悔しさは絶対に忘れないでしょう。この2021年7月1日東京ドームシティホールでの戦いは川上隆一に軍配が上がりました。だがこのグレイトのリングでティーホークと川上はこれから何度となくぶつかっていくことでしょう。
何度となく戦っていくことでしょう。何度となく勝ったり負けたりを繰り返すことでしょう。それがすなわちグレイトの G プロレスリングの戦いの歴史になるわけです。全てを出し尽くしたティーホーク、今花道を去っていきます。UWF ルール2021、シングルバウトは15分一本勝負で行う。ダブルバウトは20分一本勝負で行う。またタイトルマッチ、トーナメントの決勝戦や大会メインイベントは30分一本勝負で行う。勝敗はギブアップ、タップアウト、 KO、 レフェリーストップ、ドクターストップ、ポイントアウト、 TKO、セコンドによるタオル投入、反則行為、試合放棄、ノーコンテスト、ファイブロストポイント制。競技者の持ち点は5ポイント。時間切れの場合はポイント差で勝敗が決まる。ダウンとロープエスケープで1点のロストポイントとなる。ロープエスケープは選手の自己意思によりロープをつかむ、手首足首をロープ外へ出した場合に認められる。その際はスタンディングポジションから試合を再開する。反則行為は頭突き、肘打ち、金的、噛みつき、頭髪を引っ張る行為、脊柱脊髄への攻撃、ヒールホールド。スタンド、グラウンド状態での肘打ち、拳による顔面への攻撃。4点ポジションでのあらゆる打撃攻撃。反則行為があった場合、レフェリーがカードを提示する。イエロー、注意、減点1、レッド、減点1、失格。選手のダメージ、レフェリーの裁量により判断。ディレクト UWF ダブルバウト20分一本勝負、田中実、渡辺壮真 VS 松井大二郎、井口哲也。アクアナより松井大二郎、井口哲也組の入場です。2021年7月1日、東京ドームシティホール、グレイトバージョン1。ここからはリデット UWF ルールの戦いが始まります。DDC ホールでのリデット UWF の戦い、始まりはダブルバウト、松井大二郎とそして井口哲也のタッグチームです。プロレスリングヒートアップからグレートに参戦、井口哲也、松井大二郎。長きにわたる格闘人生、ここに
グレイトに新たな戦いを求めて松井大二郎が帰ってまいりました。赤コーナーより田中実、渡辺相馬組の入場です。グレイト旗揚げメンバーの一人渡辺相馬、そしてパートナーはグレイトに新たなる戦力、頼もしい戦力として加わったスペシャルワン田中実です。赤コーナー、グレイト177cm82kg 渡辺相馬。 G プロレスリングからリレット UWF とスイッチ、どんな戦いを見せるか渡辺相馬。そしてリレット UWF テクニカルオフィサーの立場でもありますグレイト田中実です。レフェリー和田良学。そして本部席にはグレイトエグゼクティブディレクターの田村清さんがしっかりとこのリデット UWF の戦いを見つめます。そしてリング上のレフリーは和田良学レフリー。これ柴田さん、はい、やっぱガラリとカラーを変えてきましたね。タイツも変えてきましたね、やっぱり彼の気持ちというのが切り替わったんでしょうね、これでね。さあ山崎さん、いよいよリデット UWF が始まります。はい、はい、ワクワクしますね。ですね、まあ、山田さんにとってもね馴染みのある、顔ぶれがこのリング上リングサイドにも揃ってると思います。そうですね、これいきます。ダブルバウト20分1本勝負で行われます。はい、さあ先発赤コーナーサイドは渡辺相馬、青コーナーサイドは井口哲也です。おミドルキック、そこから詰めていく、懐に入ろうとしましたが、うまく上になりました。うまく井口選手も対応していきましたが、ガードポジションを落ち着いて取っていきます。離れて一瞬たりとも目が離せませんよねこれ。まあ、やはり注目されるのは今日2試合目となる渡辺相馬、この黒いショートタイツです。レガースにはグレートのロゴが入っています。これ肉体的にもそうですが山崎さん、はい、やっぱ戦い方をやっぱ変えていかなきゃいけない、頭も切り替えていかなきゃいけないですね。そうですね、技を出すタイミング、呼吸、いろいろ違うことがたくさんあると思いますよ。はい、やはりそのロストポイント制、相手に、まあ、関節を決められてですね山崎さん、はい、エスケープするなら分かるんですが、まあ、ちょっとしたその流れの中でついやっぱプロレスの場合だとロープに手を伸ばしてしまうことってありますよね。うん、そうですね、そういう気持ちは切り替えていかないと即あのロストポイントになりますよね。はい、さあこれは井口だ、ここはすぐに渡辺相馬アームロックです。アームロックをエスケープしていきました。ちょっとね今アームロックスッと入ってしまったんでね、ええ、あそこはロープに逃げて正解だと思います。さあ代わって松井大二郎と田中実です。はい、これは柴田さんちょっと楽しみですよね。そうですね、ベテラン同士でね、しかし松井田中実選手は変わらないですけど松井選手も変わらないですね、あのヒゲといいね、もうキャリア25年あります松井大二郎。まあ、もともとは UWF インターナショナルで、まあ、デビューをしたんですが、これ山崎さんすぐにもういわゆる外に戦いの場を移していたんですか、松井選手は。僕がユニタ辞めてからだと思うんで、はい、あの手は合わせたことないんですけれどもね。まあ、対するもう田中実選手はですね、
プロフェッショナルレスリング藤原組から始まって、まあ、U スタイルとプロレススタイル、まあ、本当にその戦い格闘人生は山崎和夫さんと、まあ、同じような道を通ってきた選手ですよね。プロレスでも UWF スタイルでも両方こなせる器用な選手ですし、はい、今の戦いこのリングを見てても落ち着いてますね。2人ともコンディション変わらないというのは素晴らしいですよね。シェイプされてますよね、見事に。そうですね。さあ足を取っていきます。これは膝十字を狙っていくか。これ田中美濃もやっぱディフェンス今うまいですね。ちゃんとね対応分かってますよね。さあそして膝十字逆に狙っていきます。すぐに上体を起こし、さらに足をフックさせて完全に決めさせない松井大二郎。さあここはロープに触れている状態。さあ和田レフリーがブレイクを要求します。これは逃げたわけじゃないのでロストポイントにはなりませんね、はい、スタンディングからの再開となります。おだが、まあ、だからこういった UWF ルールでのダブルバウトというのは山崎さん、はい、そのまあダメージや体力をまあ言ってみればシェアし合うというか、うん、まあ、悪い流れになったらタッチしてしまえばいいですよね。そうですね、プロレスルールだと何かこういい形にして相手に、パートナーに渡そうとするんですけど、はい、そういうことは考えなくてもいいと思いますね。結構割り切って、まあ、ちょっと空気を変えたりとかですね、気持ちを切り替えたりすることでもタッチは行っていいと思いますし、はい、まあ、パートナーを信頼してるからね、できることなんですけれども、極端な話、まあ、自分コーナーサイドでサブミッションを決められそうになったらタッチしてもいいんですよね。そうですね、そうですね、はい、まあ、そういう意味でも自分が関節を決めるポジションってすごく大事になってくると思うんですけれどもね。攻める側はそういったことも考えなければいけないのが、はい、いわゆるダブルバウト。そうですね。いや今コロナ禍でお客さんが声を出せないんですけど、UWF の会場ってこうでしたよね、昔もね。そうですね。いやもうみんなが固唾を飲んでね、もう声を出す人がいない。思い出しますって、この会場の、このバチンバチンゴツンゴツンっていう音がね、はい、リングに響いて時々選手同士のギャーっていうね、はいはい、関節逃げる時の声が響いて。当時は死因現象なんていう言葉でね表されたりしましたね。やたら今の5分経過という声がね大きく聞こえてみんなびっくりしたりなんかしてね懐かしい。そこら辺は柴田さんも実際に取材されてたわけですよね、はい、いやもう、ね、思い出しますね、うん、さあ若いイージステシア、まだ21歳です。おーいい、躊躇せず田中みのるに対して積極的に攻撃を仕掛けていきます。ローキック、自分から自分からね、手出す足出す。さあここは距離を測っている。おお、今のまともにもらったら危なかったですね。よくガードしました。さあ今度は胴タックルに入る。すぐにガブっていきます田中みのる。首を取って、あ、これはフロントネックロック、これ入ってますよ。これ山崎さんの得意技でもありますよね。そうですね、まだ首をひねり切ってないので決まりませんでしたけれども投げか。さあここから、おー、やや強引に投げましたね。でも田中稔選手はねやっぱりその経験から UWL でも積極的にプロレスの技を使っていきます。そうですね。そして肩始めです。これは井槌がエスケープ。あー、これも厳しいですよ。いや今喉元奥深く入ってきたよね。入ってましたね。さあこれでポイント的には赤コーナー青コーナー4ポイントずつになりました。お今膝タイミング良かった。そして絡みつくように、なんだ、おお三角締めだが、田中みのる逃げようとしましたが、うまく絡みついていく。これ危ないですね。これ逃げないと入ってるんじゃないですか。山崎さん、この三角締めというのはいわゆる頸動脈を、そうですね、頸動脈を締めていきますけれども、これを引き抜こうとすると余計入るんですよ。これだって落とされてしまったらその時点で終わりですもんね。終わりですね、はい。今さすがにロープ逃げて正解ですけれども、
強引に田中実が、いや田中実選手の顔がね一瞬にして好調しましたよね。もう余裕はないですね。いやさっきの三角締めからですよね、さあここは渡辺壮真チャンスチャンス、リゼット UWF ルールの成長を見せ捨てたい。この柴さん、壮真選手はもう全く UWF の経験がない状態でこのリゼット UWF を始めてますからね。いやちょっと適応能力素晴らしいですね。デジュージ狙ってますよ。あデジュージ、まあそれを考えると今の渡辺壮真にとってこの松井大二郎は強敵です。あまりにも大きな壁になります、さあこの腕十字どうする、さあだがこれでポイントが2ポイント、残り2ポイントになりました。赤コーナー、これダブルバウトの場合、まあ、この5ポイントが2人の選手で共有ですからね。おースマット今のスマット入ったダウン、和田レフリーダウンを取りました。今山里さんちょっと脇腹のあたりですかね。そうですね、ど真ん中ではないんですけど体重乗ってましたよ。さあここはラッシュをかける渡辺壮真、だがこれあでもタッチしません、松井大二郎そのままスライダーに持っていきました。今押し込んでいってロープの反動を利用して投げましたね。で上を取ってアームロック、アームロック、アームロック変わりましたよ。これポジションまずいか、決まった、決まった、さすが最後はアームロック、腕絡みです。松井大二郎ギブアップ勝利。今ポジションうまかったですね、松井選手。あの押し込んでいってその反動で投げて、投げたところからの流れが非常にスムーズだったですね。まあこのリデット UWF ルールの場合、山崎さんからも説明がありましたが、通常のプロレスルールとは違っていわゆるカットプレーというものが認められませんからね。ギブアップするしかありませんでした渡辺壮真。柴田さんいかがですか。いや渡辺君ね、非常にいい経験させてもらったと思うんでね、どん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 試合を重なっていってほしいですね。そしたら松井さんね、やっぱりねベテランの妙と言いますか、もう完璧ですね。本部席で見つめる田村清エグゼクティブディレクター、田村清さんにとっても渡辺壮真と伊藤貴則を UWF ファイターに育てるという、まあ、そういったテーマがあります。まあまあその松井選手のね体にこういう動きの流れがこう染み込んでるんですよね。まあ、もう考える前に体が動く、まあ、こういう選手をね相馬選手乗り越えていってもらいたいですね。ということは山崎さん、やっぱその練習に練習、そして試合を重ねてそういう戦う体を頭を身につけなきゃいけないわけですね。そうですね、本当にあのトレーニングした10分の1ぐらいしかね試合に 出せないものなんですよ。やっぱりねどん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 これから精進してもらいたいですね。本能で動き本能で勝つ、そういった野生味というものが、野生性というものが UWF の戦い、格闘技の戦いには求められるのかもしれません。その凄みの片鱗を今日このグレートバージョン1で渡辺壮真は味わいました。グレートバージョン1東京ドームシティホールの戦い、 G プロレスリングの戦いは4試合が終了、そしてリゼット UWF の戦いが始まっております。その第1試合のダブルバウトは渡辺壮真が松井大二郎のアームロックの前に無念のギブアップ負け、リゼット UWF の一つの形を今見せ捨ててくれました。さあ次の戦い、リゼット UWF どんな続きが待っているのか。リゼット UWF第6試合、リゼット UWF シングルバウト15分一本勝負、福田麻也 VS 橋本千尋。青コーナーより橋本千尋選手の入場です。仙台ガールズプロレスリング
最強のレスラーがリレット UWF に登場。 G プロレスリングではなくリレット UWF にこの橋本千代が名を連ねる。そこが注目ポイントです。第10代仙台ガールズワールドシングルチャンピオン、仙台ガールズ戦場の頂点の証のベルトをこのグレイトのリングに持ってまいりました。プロレスの強さは一級品だが、その彼女の強さのベースになっているのは日本大学レスリング部での実績です。青コーナー仙台ガールズ158cm76kg 橋本千尋。今日はどっちの顔でリレット UWF 橋本千尋は戦ってくれるのか。赤コーナーより福田麻也選手の入場です。対戦相手となるのは今日この戦いがデビュー戦となります。1歳から芸能活動、アクション俳優として活躍しています、福田麻也選手です。赤コーナーアクトリング155cm50kg 福田麻也。UWF ルールの戦いを見てこれが自分のやりたかったことであるとそう確信し、橋本千尋選手はレガースイーパッドを着用していないためキック攻撃は禁止となります。前蹴りのみ有効となります。さあ今ルール説明リングアナウンサーからありました山崎さん、はい、レガースをつけてないとキックが無効になる。そうですね、レガースがついてないのでこれはレスリングで勝負するという気持ちが見えますね、はい、さあゴングです。やはり空手をベースに持っている福田麻也、アップライトに構えて打撃で勝負していきます。これでも山崎さん、これ組まれたらまずいですよね。いやもうその見ていてもこの体格差、はい、体重差、その何もせずにもうこう前に出てくるだけで圧力がありますよね。まあ、この橋本千尋選手プロレスラーとしてももう今やトップクラスではありますが、学生時代レスリングで世界学生選手権3位、まあ、オリンピック候補にまで行きました。これ本当に柴さんすごいアスリートですよね。あの同じ階級に、ね、すごい強い人、金メダリストとかいたんですよね、はい、だから、ね、オリンピック代表にもなれなかったけども、その人がいなかった橋本さんが出てですね、わボストンクラブ決まるかもしれませんよ。これはリング中央ですね。これどうする福田、なんとか体をねじっていくが決めに来た、いきなり決めに来ました橋本千尋。これは厳しい。大丈夫ですか。ああちょっと体勢が崩れた。福田麻也にとっては命拾い。残り4点。あのボストンクラブは山崎さん危険な技ですよね、 UWF ルールだと。体重差ありますからね、何かもうかつてのね UWF の戦いで今橋本千代があのゲイリー・オブライトさんに見えますね。はいはい、僕もそう思いました、はい、あアンクルホールド。さあこれもさあどうしたらいいか。おうん、やはり体重差か。普通あれで足取ってね逆転するんですが許しません ね、 ね逃がしませんね。あんな角度に曲がっちゃっていいんですか。足首アンクルホールドどうする。カウントエスケープ、立て続けに2ロストポイントです。残り3点。このままの展開でいくと山崎さん、あ田村清さんも見つめています。田村清さんの元でこの UWF スタイフを練習してまいりました福田麻也。なんか一発入ると変わるような気がするんですけどね。その一発が入れられるか。さあ組むと組むと厳しい引き落とし、さらにサイドを使う。危ないですよ。うわもう捕まえたら投げる、だがダウンは取られない。さあそう手を出せ手を出せ足を出せ。
焦点打ってますけど橋本が止まりませんよ前へ前へ行きますよね距離を作って福田としては打撃を効果的に当てていきたいですいやもうこれはまるでああっといい入った入った、ええ、っ止まりましたよ顔面と足とで上下に打ち分けたいですね、うん、ちょっと攻撃が単調になってますか、はい、上下上下あ気持ちがああ福田としては気持ちが気持ちそう気持ちいやもうね壁のような存在ですよ今の福田にとってはこの橋本千朗これ島さん、はい、福田選手が戦い抜けるかという問題になってまいりましたそうでしたねそうですねこれあのレスリングだったら階級制ですよ、ね、今のは思い切りのいい回転蹴りですちょっと倒れるかじゃあ最初落としダウンダウンダウンを取りました2 3 4 5 5立てるか立てるか7立てるか9おおなんとかファイティングを取りました今おそらくねミドルからハイに切り替えた蹴りがねスポーンと入ったんですけどね、いいインパクトヒットだと思ったんですが、止められませんでしたねいいフェイントで、ね、入ったんですけど、さあもう一度あのチャンスいやあ焦点今画面入りましたね、はい、入りましたよちょっと聞いたかあおお蹴りも入ったおお引き込んでいや強い強いアンクルホールドどうでしょうこれ山田さん橋本選手にしてみれば本当に急所を捉えるようなクリーンヒットがなければ大丈夫って自信があるんでしょうかねうただね今おそらくね右目あたり入ったと思うんですよ張り手がでもこれで決まるか決まるか勝者橋本千尋圧倒しましたいや打撃に、ね、福田選手もちょっと光明が見えたかのように見えたんですが山崎さんちょっとねあの橋本選手目を抑えたりしてますんでね、あのちょっと効いた場面もあったんだと思うんですけど本当に力でねじ伏せましたね圧倒しました柴田さんいかがですかいやこれはやっぱりねこれだけの体重差なかなか厳しいですよねその中で福田選手頑張ってたと思います次また実戦を期待したいですねあとねその橋本選手一発二発入ってもひるまずにね前に前にプレッシャーをかけていったそのプレッシャーにねちょっとやっぱ押されてしまった福田選手ですね福田選手これデビュー戦ですからね相当やっぱ恐怖心とも戦っていたと思われますよ ね、 はい、はい、いやデビュー戦で橋本選手と戦うってちょっと無謀ですよね正直言ってねそれ頑張りました本日いやー圧倒的な強さ山の高さというものを橋本千尋見せつけましただが福田麻也選手のグレートな戦いはまだまだ始まったばかりですもう一度この大きい橋本千尋という山を登ることはできるでしょうかだがこのインパクトさすが橋本千尋リレット UWF の次の戦いも見たいですそして G プロレスリングでの橋本千尋にも大いに期待したいですNo.1 東京ドームシティホールグレートバージョン1リレット UWF ルールの戦い2試合終了いたしましたさあこの後リデット UWF シングルバウト15分一本勝負控えております飯塚雄対船木正勝の一戦どんな戦いが待っているのでしょうかリデット UWF第7試合リデット UWF シングルバウト15分一本勝負飯塚雄 VS 船木正勝
青コーナーより船木正勝選手の入場です。グレートバージョン1第7試合となります。リデット UWF シングルバウト15分日本勝負に伝説のハイブリッドレスラー船木正勝の登場です。青コーナー180cm90kg船木正勝。赤コーナーより飯塚優選手の入場です。プロレスリングヒートアップから望んで今年グレートへと移籍。赤コーナーグレート、その戦闘能力の高さを大いに発揮しています。ファイターとしてのステータスをさらに上げるために飯塚優はこのグレートのリングを選択しました。そしてこの大事な大事なグレートバージョン1、今飯塚優の目の前に立っているのは船木正勝。これ以上ない舞台です。これは柴田さん、まず、飯塚優選手はヒートアップで、柴田さん、はいはい、まあ格闘技スタイルもそしてプロレススタイルもずっとやってきた選手ですよ ね、はい、そうですね。いやこれ船木選手と戦えるなんてね、本当に夢の舞台ですよね。これそしてこうやって UWF スタイルで戦う船木正勝選手を放送席で見ている山崎さん、いかがですか。いや船木選手のね、U スタイルの試合を解説するとはする日が来るとは思いませんでした、はい、いやかっこいいですね、相変わらず船木正勝。もともとは UWF という、まあ、舞台で団体で同じ釜の飯を持ち、その後ちょっとたもとを分かった形になりましたが、はい、やっぱお互いのことはやっぱ気にされていたわけですよね、選手たちも。そうですね、その後のパンクラス旗揚げして、ハイブリッドレスリングですか、はい、そう体を絞ってね、自分たち独自の戦い方を展開していった。本当にもう本当にこういうユースタイルで言えばもうレジェンドですよね。今や戦いの舞台を、まあ、原点であるプロレスにも移して52歳の年齢でありながらもまだ一戦級で戦っています、船木正勝。構えも非常にやっぱり落ち着いている、表情もいい、まずはですね、僕がその飯塚選手であれば、はい、その船木選手を慌てさせることですね。何か一発入れる、ちょっとトリッキーな動きをする、まあ、何でもいいんですけれども、ちょっとこの落ち着きをね、慌てさせたいですよね。まあ、そう簡単に精神的に揺さぶられる存在ではないと思うんですが、難しいと思いますけどもね、はい、そこが一番難しいところでもあると思いますね。でもこの飯塚優選手は強心臓といいますか、まあ、意外に怖いもの知らずなところがあります。まずはそういう、ね、気持ちで負けないところですよね、はい、そういうの大事ですよ。まあ、飯塚選手が面白いところはリアルタイム世代ではない、現在24歳なんですが、リングスが大好きだそうです。そのリングスの戦いに惚れ込んでこのスタイルを練習し始めて、でそのリングスを見続けることによってあのボルグハン選手を憧れたということで、そのコマンド三歩ボルグハン選手のその技というものもかなり、独学でマスターしているそうですから、これを船木正勝選手に出せるかどうか注目です。こういう組み合った時ですよね、ここの駆け引き。さあもちろん船木選手は百戦錬磨ですから、これをどうしていくか。飯塚選手も転がしていく、ただねやっぱり下になってしまうのはまずいですね。ああいう転がった時にどうやって上のポジション取れるか、はい、これがやっぱり大きな分かれ目になりますし、
今飯塚選手はまあ下からでもガードをいわゆる船木選手の片足にね足を絡めて、はい、まあ、これ以上、まあ、サイドを取られないようにもしていますが、あーでもこれ今山崎さん腕掴んでますよね船木選手が。アームロックもあるし、今、左腕を掴んでますけど右手も狙えますからね、足も狙える。これ飯塚選手としたらもう一瞬たりともあれですね、緊張感。そうですね、あれで足がほどければ膝十字もいけます。体重を乗せていってますね、逃がさないように。このボディコントロールも一つの重要な点ですけれども、飯塚選手どうしてくるか。あ、上に乗りましたね。上に乗りましたね、はい、ここからは慌てずにこの上に乗ったこのポジションを大事にしていきたい飯塚ですが、船木選手は下からもね十分攻められますからね、腕を取っていって腕十字下からも狙える、三角締めもいける。来ましたね、もう山崎さんのおっしゃる通り早かった。まるで蛇が獲物を捕らえるかのような。もう待ってましたとばかり一瞬でしたね。あ、そしてああ、うまいなやっぱりな、ああいうところは。あれ誘ってるんですかね。いや、あの一瞬をねもう待ってましたね。あで今腕十字もこれ狙える体勢にいますね、はい、これは怖いですね飯塚にしてみれば。一瞬たりとも気が抜けません。ここからどうディフェンスしていくか。一瞬なんですよね、腕も狙ってっている、うん、動けなくなった。で、まあ、もちろんこの飯塚選手としてはエスケープも考えたいわけですが、うん、これ体重、あーほらあー、いやー今ね船木選手の体重の移動の仕方もこれエスケープしづらいところにポジションずらしてきましたもんね。一瞬ね自分が上になりかけるかと見せかけてもう腕を完全に取りに行ってましたよね。これで飯塚優選手が1ポイントロストしました。この試合の流れの中でね次々次っても冷静に考えている船木選手なんですよ。これ見た目以上にスタミナに差がついてそうな気がしますね、うん、まず全然その息上がってないですもん ね無駄な動きはないんですよ。いわゆるその、まあ、競技になりますとその体重制度というものがありますが、これ山崎さんも多分現役時代、まあ、ベーダーさんやオブライトさんと戦って、はいはいはい、まあ、自分の倍近くあるような存在と戦う、こういったそのシチュエーションというのは相当スタミナ的にも厳しいですよ ね特にこの立ち技よりも寝技の時に上に乗られると非常にきついですし、あこれもフロントネックロック、あそこから首を攻めると見せかけてまず上に乗って、ここから慌ててないですもんね。いやボディコントロールのうまさ、これ何してやろうかってこう考えてるんですかね。考えるよりも体が動くんですかね。もうねおそらく詰将棋のように次の手次の手どんどん浮かんできてると思うんですよ。おっと、お飯塚が離れた。まあまあまあ一回離れてねいいんじゃないですか。はい、さあどうする。仕切り直し仕切り直し、想像以上にこの船木正和のグランドの沼が深かった。危うく溺れかけました飯塚優。あーおっとおいちょーこれは驚きました。船木もキックを忘れてましたね。はい、すごい。なんですかあのインパクト、はい、体重差が、あ打撃もすごいわ。やだが意地を見せるか。エスケープ取った。一瞬伸びましたよ、青残り4点。船木から船木正和から1ポイント、うん、いやポイント取りましたね、はい、飯塚君。これはもう行くしかないですね。止まったらやられます。バックハンドブローだが距離を取っていく。どんどん行った方がいいです。どんどん行った方がいい。ガードを固める船木全部見えている。ローキックローキック、体ごと持っていかれます。さあミラキック掴んだが焦点、これもガードして浴びせ蹴り。見られてた。これもろですね。立てるかいつか。立て。あファイティングポーズ取ったギリギリ。あだが容赦なく船木が行く。ダーツキウイングフェイスロック。
チキンウィングフェイスロック、腰も落とされた飯塚。いや、きますね。タップアウト。勝者、この表情、船木正和。強い。改めてこのルールでの船木正和の強さというものを見せ捨てられた気がします。いや、柴田さん、はい、昨年の、ね、10月の、グレートバージョンゼロでも、はい、船木選手 UW ルールで戦いましたが、あの時ダブルバウンドでしたもんね。はい、やっぱり、まあ、もちろん UW ルールでも強いし、プロレスルールでも強いし、このボディね、全然変わってないですよね。素晴らしいようですね。そして山崎さん、最後はチキンウィングフェイスロックでした。まあ、この試合でね、締めはこれでいこうかなって考えてたぐらいだと思うんですよ。はい、というか、その試合の序盤で言いましたけれども、この飯塚選手がね、どれだけ船木選手を慌てさせることができるかなと思って見てたんですけども、まあ、あの途中ね、手を出して足を出してちょっと慌てるかなっていう場面もあったんですけどね、まあ、微動だにしなかった船木選手、さすがですね。そこまで至らなかったですよね。はい、飯塚優、UWF のレジェンドレスラーの壁に今まさにぶち当たりました。さあ、2021年7月1日東京ドームシティホールグレートバージョンゼロ、 G プロレスリングルール4試合、そしてリデット UWF ルール4試合、合わせて全8試合、最後の試合第8試合、リデット UWF 名イベントの時間がやってまいりました。新日本プロレスから六本木 3K 翔選手がグレートに登場です。リデット UWA第8試合リデット UWF メインイベント、シングルバウト30分一本勝負、伊藤貴則 VS 翔。これよりメインイベントを行います。アコーナーより翔選手の入場です。夢でも幻でも、そして X でもありません。正真正銘新日本プロレスから新日本ジュニアトップクラスの六本木 3K 翔がグレートのリングに登場です。彼のホームリングである新日本プロレス、なんと後楽園ホールで同日大会が行われている中、あえてグレイトの挑戦状を受け取って、このリング、グレイトしに参りました、ショーの男気です。赤コーナーより、伊藤貴則選手の入場です。大事な大事なグレイト本格旗揚げ戦、グレイトバージョン1名イベント G プロレスリングレッド UWF、 その一番最後の試合に託されたのはこの伊藤貴則。グレイトの G プロレスリングのリデッド UWF の威信、その背中に全て乗っけてショーと戦います。本日のメインイベント、リレット
UWF シングルバット30分1本勝負を行います。青コーナー、新日本プロレス173センチ93キロ、ハイボルテージショー、伊藤隆之に弓を放ちました。180センチ95キロ、伊藤隆之。何が何でもこのグレイトのメインのリング、伊藤が勝って締めなければいけません。リデット UWF メインイベントシングルバウト30分1本勝負です。今日のメインイベントね、30分1本勝負。レフリーは和田良学レフリーです。切れないからね、ボディもないからね。グランドポジションだったら小手のパン、あの顔面の小手かボディのパンチ、ヒールホールドないからね、大丈夫ね。肘も続きもないからね、全員一緒に頑張って。さあアクションを流しますか。伊藤はそれを拒否。今ゴングです。ショーにとってはこれ初めての UWF ルールでの戦いとなります。さあまずは柴田さん、はい、いよいよ始まりましたよ。いや今日の戦いがね、旗揚げ戦に実現するというところにもグレイトのね素晴らしさがありますよね。今新日本プロレスのね何人かいるスター選手の中の一人ですよ、翔君は。彼を引っ張り出すというのは素晴らしいことです。ジュニアのトップ選手です。さあ先に小手からローキックのコンビネーションを見せた伊藤隆典、それに対してインドを打っていく。まあでも山崎さん、翔選手がこのいわゆる格闘技経験もあるわけですよね。そうですね、レスリングもあるし、まあもっと片足タックル、さらに胴タックルに持っていく、そういうね格闘技、いわゆる格闘技のトレーニングもしてきてるはずですよね。あ、総合格闘技戦にも出たことありますよね、彼もね。まあ、新日本プロレスでデビューした翔選手、まあ、2016年にメキシコに遠征、まあ、その後すぐにアメリカに遠征して、そこで MMA と柔術の技術を身につけてまいりました。ブラジリアン柔術は青帯を持っています。今日もその他流試合といえば他流試合なのかもしれませんよね。若いうちはですね、どんどん外に出てそういういろんなエキスを吸収してより大きな選手になってもらいたいですね。さあ上になった伊藤、片や伊藤選手はこのグレートの看板を背負って立ってこのメインのねリングに立っているわけですから、はい、まあ、翔選手も新日本プロレスのね、看板を背負っているといえばそうなんですけれども、お互いに引けない、負けるわけにはいかない大きな一戦だと思います。もう単身乗り込んでまいりました翔選手。柴田さん、はい、伊藤選手のセコンドにはね、もう今コスチューム姿のまま田中稔選手、そして渡辺相馬選手もついていますが、はい、もう翔選手は単身ですもんね。青コーナーは誰もいませんね、しかも初めての UWF ルールスタイル。あのすぐ隣の後楽園ホールにはね、新日本プロレス勢がいっぱい控えてると思うんですが、でもやっぱりこれはね対抗戦ですよ。やっぱそうなりますかね、柴田さん。そういう気持ちがなければね、選手としてあれで、ま、間違いなくありますね。まずはそのね敵地に単身で乗り込む心意気がいいじゃないですか。さあ今度は伊藤が上になっていきます。攻めに関して、まあ、腕十字を今取るように見えましたが翔選手、さあここから上になられた時どういうディフェンス、そしてどういうスイープを見せるか。この足のさばきですね、翔選手の足をどうさばくか。まあ伊藤選手の方はバックボーンベースに空手があります。だから非常にやっぱ打撃に関しては危険な選手です。さあ下から腕十字を狙っていきます翔です。肘が入ってないから大丈夫ですね。強引に腕を引っ張るか、要するにもうちょっと引き込みたいんですね。そうですね、肘を自分の方に引き寄せたいですね。まああの翔選手はね、新日本プロレスの野毛の道場でねこういうスタイルもやってると思うんですよね、はい、そういう蓄積もありますからね。さあもう一度
山田さんがおっしゃったようにこの翔選手の足をどうかいくぐっていくかですか。そうですね、翔選手は逆に腕十字下から狙える、三角締め狙える。離れましたね、離れましたね、はい、スタンディングポジションで再開です。まだお互いロストポイントはありません。はい、翔選手の方はベースに今レスリングがあります。まあ、グレコローマンスタイルもフリースタイルもともに経験しています。でそして柴田さんのおっしゃったように野毛の道場で新日本プロレスのストロングスタイルを学んでおります。だからどうでしょう、やっぱり柴田さん、はい、翔選手に打撃っていうのはあまりやっぱないですかね、レガースはしていても。そうですね、あまり繰り出すことも少ないですよね。今のロー思いっきり振り切っていきましたが翔は止まりません。さあ頭を突っ込んでいく。ここで翔がフロントを狙いますが首を抜いていった伊藤。さあここは引き込むか。こういうポジションとして山崎さん難しいですね。伊藤選手がバックを取った、あ体を入れ替えましたね。ずっと体重を、ね、伊藤選手が浴びせてたんですけれどもね、はい、うまくこう体を入れ替えましたね。さあ今度は伊藤の方が、まあ、グリップさせないように翔の腕を取っています。もちろんここからアームロックも持っていけるでしょう。とりあえずバックを取られてるっていう意味では伊藤選手今不利ですよ。翔はどうする、引き倒すかそれとも投げるか、両方ありますよね。伊藤の方はどういう前を向きたいんですかね。さあコントロールしやすいのは翔選手、腕を取って投げましたね。さあここから今翔はアームロックを狙っていますが、はい、アームロック、腕十字ありますね。あ腕十字に持っていきます。ここはディフェンスしていく、だがポジションとしてはリング中央です。ポイント制があるだけにポイントを失わずにこの状況を打開していきたい伊藤。危ないですよ、危ないですよ。この腕十字、翔選手の得意技です。新日本プロレスのリングでも何度となく対戦相手をこの腕十字でギブアップさせてまいりました。あの先ほどのこう対戦になった時に、肘より奥ですね、二の腕を両ももで挟んでいる翔選手のうまさ、あれを逃がさなければ決まりますんでね、今危なかったですよ。さあとなるとこの伊藤貴則がちょっとローを今出していきますが、打撃で押すか。打撃で押したいようですね今ね。まあ、柴田さん、あの、はい、ハードヒットとの対抗戦でもね、あの川村亮選手、はいはい、最後ハイキックで逆転勝利してますからね、伊藤選手。そうですね、はい、当たればこの体重ですから相当な破壊力があります。で、ね、何発も入ってますんでだんだんローって効いてくると思うんですよ。よくキックボクシングでも聞きますね、最初はいいんですね、はい、最初はなんかもらってもいけるいけると思うらしいですね、はい、左のねももに結構もらってきてますよ今。今翔選手が気にしましたよね、体重乗ってますからね。おキャッチキャッチ、おバックに回る。さあすぐにそのグリップ、あ力技で持っていきますがそうはさせません。この肉体を見れば分かるように翔にもかなりの力この肉体に秘めています。あでも立ったまま腕を決めに行きましたよ。さあ背中に回った、背中に回った、これ危ないですね。アームロック危ない。山崎さん、あの腕の取り合いになってからのやっぱ翔選手強いですね。そうですね、もう立ち技の段階から腕を取りに行ってましたんでね、あれを無理して、抵抗して も、はい、もその分肘に来ますんで、転がされる、転がされたまんま今度はねそのままアームロック、だん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 深くなってましたんで危なかったですね。インロー伊藤隆の、怖い翔選手、バンバンもうしつこくローでいった方がいいかもしれませんね。伊藤選手表情を変えずにね前へ前へ行ってますよね。さあ差し合いになっても強引に膝を差し込んでいく、さらにボディ膝ロー、あだがちょっとバランスを崩した翔がそれを見逃しません。すぐにフロントから首にネックロックに持っていきます。そしてバックを取る、こういった
ポジションの取り方はさすがです。うまいですね。常に上から上からですよね。腕を狙える。いいね、ボディ、ボディのラスト OK だよ。さあ、しかもボディパンチは大丈夫なのかとレフリーに、まあ、確認しながらという、まあ、そういった余裕も見て取れます。ショー、伊藤選手は立ち技でいった方が良さそうですね。ちょっとやっぱグラウンドに持ってからのやっぱポジショニング争いというのはショー選手が圧倒してますね。ちょっとね、おお、ちょっと、おわお、カウンターに入った。今カウンター、え、なんだなんだ、上げて、さあ、うん、体ごと持っていくスパインバスター。そしてハーフバスター、決まったか、決まったか、これはギブアップか、イエスか、ギブアップ、絞っていく、あ、首を振っています。ここはエスケープ。これでショウ選手初めてのロストポイントになります。いやー、カウンターの膝から流れが変わりましたね。4つな、ああいうのは確かに異種格闘技戦でもね、山崎さん、はい、いますよね、はい、いけると思ってね、こう不用意にタックルなんか行くとカウンターがあるんですよね、ああいうのね。さあ、これでショーとしては、まあ、不用意な、いわゆるその胴タックル、片足タックルというものが入りづらくなったんでしょうかね。どうするか。ショーとしてはやはり山崎さん、テイクダウンして、そうですね、グラウンドの展開に持っていきたいでしょうか。おーおーおー、捕まえてキャプチュード。どうする、バックを取る、ここからですよ、ここから。あー、スリーパーを狙いましたが、やっぱここはうまいですね。グラウンドに持っていってからのショーの動きは、これ伊藤捕まえきれません。バックに待って、今度はスリーパーホールド、必死にディフェンスしていきます。これはまずい状況、さらに腕十字。ショー大ピンチから一気に巻き返しましたね、またね。この伊藤選手、この肘を抜かないと危ないですよ。抜けません、まだ抜けません。今度三角、三角締め、入る入る入る、どうする、どうする、抜けるか、タップか。ポジションもいい、ポジションもいい、パワーで上げようとしているのか伊藤だが、バスター、わー、ものすごいパワーですね。この後、この後、この後どうする、おお、ジャーマンスープレックス、もちろんフォールはありません。ダウン、レフリーがダウンを取りました。3、4、5、5、いやー、これ強引にも見えますけども、伊藤選手としてはこれどう見ます、山崎さん。足腰背筋で無理やり持ってった感じですけど、まあ、パワーありますよね。決められたまま投げ捨てるってすごいですよね。ミドル打ち合いになったら、これ伊藤としてもやっぱり蹴りは重いですよ、伊藤選手。打ち合いになって、まあ、ショーがちょっと向きになって、打撃の打ち合いになったら伊藤としてはこれ持ってこいの展開ですが、そうですね、翔選手ちょっと焦りが見えるような気がしますね。ちょっとね、慌ててますね、うん、さあ、これは先ほど見たような、あ、グラウンドでの引き込みです。さあ、ここは伊藤が翔の足に絡みついて、うん、足、うん、足首狙ってますね。だがこれは不完全、トーホールドを狙っていきますが、まだ決まりきっていません。伊藤選手の肘が翔選手のすねの内側に当たってないと決まりませんか、ね、なるほど。これではなかなか力だけでは持っていけない、はい、ちょっと難しいですね、あれは。おお、あ、さあ、打ち合う打ち合う。さあ、でも翔も、おっと、今足流れた、うちのインロー、インロー効きました。やっぱ打撃強いですね、伊藤のこの打撃が、回転が速くなって、ああ、翔の翔手、これ伊藤効かされた、グラついた、グラついた、やっぱこれ山崎さん、打撃の打ち合い、これカウンター、あー、これでも伊藤が行く、ああ、翔が人間サンドバッグ状態、フラフラになっている、だが踏みとどまった、いやー、頑張ってますよ、頑張ってますよ、顎にも入ってたんですけどね、よく踏ん張りました。首を取って翔はスタンドからさらに差し合い、しつこくしつこく蹴っていきたい
もう膝。そう。だがバックを取って、ああ。投げました。ダラスに立っていく。ハーフネルソン。ちょっと滑りましたね。ちょっと崩れましたかね。決定打にはならず、ダウンも取れません。翔選手の首筋から顔面から真っ赤ですね、もうね。ああ、でも。あ、これが翔。翔はちょっと打ち合いを。いや、でも打ち合いは。これや、俺。引き込んだ。バックを取る。エスケープするよ。エスケープか、それ。こういうとこでも不用意にロープをつかむとエスケープ、ポイントを失います。バックを取っているショーです。あ、ちょっと伊藤選手の息が上がってきましたね。これ打撃打ち疲れというとこでしょうか。はいはい、そんな風に見えますね。サイドポジションを取っていくショー、首も狙える。こういうところはちょっとスタミナの勝負になってきますよ。スタンディングポジション、先ほどのように連打で押せるか伊藤。やっぱ気持ちですね、最後はね、これ、うん、おお、そう、ロー効いてる、これロー効いてますね。ロー行け、ロー行け、ロー行け、ダウン、ダウン、意識をローに持っていった後、狙いを済ました。ハイ戦下から上に行きましたね。ああ、なんとかファイティングポーズを取った。危なかった。そこにラッシュをかける。ショー残り2ポイント。これはラッシュをかければ KO 勝ちも見えてきた、ノックアウト勝ちも見えてきた。伊藤、あった、ショーに火がついた。ラリアット離さない、離しませんね。あ、出た。これはショーの得意のムーブです。スープレックスに行くと見せかけて腕十字を狙いますが、なんとか伊藤もそれに対応していく。下から気をつけて、腕を引っ張ろうとすると、あー、三角締めありましたね。さっきはバッサーで逃れましたが、バッサー上げるか、すごいパワー。あー、だが上がらない、上がらない、決まった、決まった、決まった。ここでこれはもうレフリーストップですかね。いや、もうしっかり入ってましたからね。大丈夫ですかね。タップなのかレフリーストップなのか、ちょっと確認は取れませんでしたが、あ、伊藤選手の意識はあるようです。最後は翔選手の三角締め、レフリーストップですね。翔選手の勝利です。新日本プロレスケイオス六本木スリー系、翔選手、伊藤貴則に三角締めでテクニカルノックアウト勝ち、 TKO 勝ちです。いや、柴田さん、はい、初めての勝のこの UWF スタイルでの戦いいかがだったですか。いや、まだまだね、やっぱりこれ翔くんもね、いろいろ考えることがあったんじゃないでしょうかね。伊藤くんのね、パワーにやっぱりこう押されるところもありましたし、蹴りにも翻弄されましたからね。まだまだ勉強だということでね、翔くんいろんなスタイルに磨きをかけていってほしいですね。いや、実に翔選手らしいピッチに乗り込み、お互いの一心をかけた戦いを終えたにもかかわらず、握手を求め伊藤貴則を称えることを忘れません。いや、山崎さん、これ翔選手にとっては本当に本当にすごいプレッシャーだったと思うんですよね。そうですね、やっぱり看板背負ってね、グレートに来てますんで、今おそらくホッとしてると思いますし、打撃で伊藤、レスリングで翔、そしてね、一番大きくその勝敗を分けたのはスタミナかなと僕は思います。ちょっとね、終盤伊藤選手の息が上がってたのが目立ちましたね。お、敗れてがっくりと膝を落とす伊藤に対して、グレート勢がカズ林、飯塚優、松井大二郎、田中稔、ストロングハーツの面々も、エル・リンダマン、鬼塚一成、シーマ、そしてティーホーク。
っぱりねその自分のところのグレートの試合でメインで勝てなかったっていう、ね、その思いはあると思うんですよ。ご来場誠にありがとうございました。グレートはいかがでしたか。大丈夫か、大丈夫ですか。ちょっと待った方がいいですね。まあこのグレートのリングはマイクも大事なんでね、マイク喋れるだけ喋っていこうと思います。まあとりあえず今日はとりあえず今日の反主役と言ってもいいカズ林から大金星を奪った鬼塚一成。なかなかこんだけのお客さんの前でマイクすることないから、鬼塚一言言ってやれよ。まさかまさかこの俺がこの東京ドームシティホールのグレートの旗揚げ戦で勝ち名乗りを受けるとは、僕も最高の気分ですよ皆さん。よっしゃー、皆様改めまして本日はご来場本当にありがとうございます。試合をしたのは選手ですが、この素晴らしい雰囲気を作ったのは社長、スタッフの皆様、そして今日ご来場いただいたお客様のおかげです。これからも共にグレートと歩み続けましょう。今日は本当にありがとうございます。今日は何もできなかったけど、まだ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 俺はこんなもんじゃない。明日から、いや今日今この瞬間から絶対に這い上がってみせるぞ。今日2試合やらせてもらって、まあ両方負けちゃいましたけど、今日からグレート始まりました。若手でグレート盛り上げようぜ。若い若い、ひろさん若いよ。伊藤さん、ダメージあるの分かるけど、今日からグレート始まりですよ。そんな負けたからってくよくよしてない。みんな伊藤さんに喋る姿見たいですよね。伊藤、はい、伊藤、はい、はい、グレートの一度きりの旗揚げ戦のメインで負けて情けないという今言葉しか浮かんでこないけど、こうやって人生一度の旗揚げ戦、俺もグレートもここから這い上がるしかないから、うん、これからどん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 爆心していくんで、みんなついてきてください。お願いします。落ち込んでると思ったらこの野郎。まあ伊藤選手の言う通りですよ。くよくよしてたってしょうがない。まあ確かに飯塚選手も T ホークも負けて悔しいかもしれないですけど、僕はさっき言った通りグレートバージョン1まだ歴史の1ページ目ですから、物語の1ページ目から大成功してたら面白くないでしょ。これから大逆襲するのがグレートなんですよ。ごちゃごちゃ言ってたってしょうがない。みんなに一つ言いたいことは、要はグレートするかしないか、答えは一つ、グレートするしかないだろう。まだまだグレートの物語は始まったばかりだ。行くぞみんな、グレートについてこい。ありがとうございました。最後はグレート勢の絆の強さといいますか、結束力を改めて見させていただきました。
千葉さんいかがだったですか。そのうち辞書に英語の辞書にもグレートというね R じゃなくて L のね言葉が単語が載りそうですね。グレートプレス今日から始まりましたね本当に。とりあえずは2021年の流行語大賞そうです ね狙いましょう狙いましょう。まあ非常に結果は悔しいものがあったかもしれませんが最後はそれすらもポジティブに変えて未来を見据えるグレートの選手たちです。試合後もこうしてねファンの方を楽しませてくれるっていうのはいいですね。なるほどグレートスタイルですねこれがね。山田さんはどう見ましたか。まあ選手も団体も本当に若い力でねこれから成長していく。なんかこういうマイクパフォーマンスもやんちゃな感じでいいじゃないですかなんか元気があってね、はい、勝ち負けだけじゃなくてやっぱりこの後のね、成長を期待させるなんかこの若さ元気さこの笑顔がいいですね。まあでもね山崎さん渡辺壮真選手や伊藤貴則選手はこのグレートでプロレスと UWF の同時進行をね、まあ、これから運命づけられた2人になりますもん ね団体としても選手一人一人としてもこれから成長していくなんか楽しみな人たちですね。 UWF のキーとなってくるのはやはり田中実そしてプロレスの方で気になってくるのは勝林シーマその存在が渡辺壮真と伊藤貴則をもっともっと強くしていくでしょうか。そして今日そこにさらなる名乗りを上げたのがストロングハーツの鬼塚一誠勝林からの勝利このインパクトは決して忘れないでしょう。グレートの未来が一体どこに向かいそしてどんな未来予想図が待っているのかこれから我々も一緒になって見届けたいと思います。さあということで2021年7月1日東京ドームシティホールでのグレートバージョン1すべての試合が終了いたしました。まずは柴田さん、はい、この全8試合ご覧になって旗揚げ戦マニアとして、はい、いかがだったでしょうか。いやね、G プロレスに UWF レ、ですか両スタイルがですね1枚のチケットで楽しめるそして4試合ずつですが非常にこうどの試合を取ってもですね、見どころたっぷりでしたし、魅力のある選手が次々と飛び出してきてですね、多士済々であるということがありましたね。ベテランと若手のねバランスがいいですよね。で若手選手が、気遅れせずに、もちろん先輩にリスペクトしながらもどんどん悔しい言いたいことも言えるというね本当に悔しい。インタビュー来ました、はい、生涯一度の旗揚げ戦しかもメインイベント任されて悔しいってことしか出てこない、うん、でも必ず1だから今こっから始まったばっかりだから、うん、どん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 上に上に大将とか言って勝手に責任感持ってたけど、うん、その大将というのも必ず周り全員に認めさせてそして必ずニュージャパンにもそして今日俺の試合を見てリデット UWF グレートこんなもんかと思ったやつ全員を絶対見返してやるから伊藤貴則これからどん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 爆心します。ありがとうございました。本日のメインイベントで新日本プロレスの翔選手に敗れた伊藤選手決意表明の形のような柴田さん、はい、コメントでしたね。そうでしたね。ただ僕はですね今日プロレス部門に出た人今日 UWF 部門に出た人決してね片方に偏ることなく両方でねどんどん、ね、活躍してほしいですね。やっぱり一つのスタイルの違いといいますかねプロレスですから、ジレットというねプロレス団体ですからやっぱりこれね自分たちの幅を広げるためにも交流といいますかね
今日はこっちでだけど次はこっちで出るというね、そういうどんどん幅を広げていってほしい気がします。それができる選手が揃っていると思います。昔 UWF を実際に取材された柴田さんにとって、はい、このリエット UWF とはどういうふうに映りましたか。はい、いやあのね、先ほどあの試合中も言いましたけれども、シーンとした会場でね、選手の声とお客様がね、固唾を飲む声しかね、音しかね、聞こえてこない。コロナ禍でもなかったのに、そういうこうなんていうんですかね、シーンとしたね、もう UW 現象ですかね、あれをね思い出しましたね。なんかもう青春を思い出しましたね、僕もね。さあ、そして山崎さん、はい、まあ、山崎さんにとっても、まあ、こういった形で、UWF ルールというものを改めて見て、リングサイドには田村さん、リング上には松井選手、船木選手、レフリーには和田さん、梅木さんという、なんかすごい2021年にこんな光景が見られるなんてっていう感じでしたけど、山崎さんいかがでした。今言われた通り、こう最初はね、懐かしいなとか、UWF スタイルがまた見れるんだという楽しさだけでしたけれども、やっぱりね、こう試合始まっていくと、この今のこの試合のスタイル、前半のプロレス、後半の U のスタイル、今のこの見せ方というか、を体験させてもらった、本当に、嬉しいです、うん。そして今日ね、メインで負けはしましたけどね、伊藤選手、はい、ただこの5年後10年後にあの時負けてよかったんだと思える、おそらくね、そういう力がみんなの中にみなぎってくると思うんですよ、うん、僕はそこに期待したいですね、はい、うん。そしてね、まあ、プロレスルールでも UWF ルールでも同じように悔しい思いをした選手がたくさんいると思うんで、何か柴田さん、もう一度何年か後にこれと同じカードの大会見たいですよね。ボリューム1アゲインをですね、ぜひとも実現させてほしいですね。そんなね、未来を感じさせる、まさに一生に一度だけのグレイトの旗揚げ戦となりました。さあ、でもグレートはこれからまだまだ続いていきます。柴田さん、どんなことに期待したいですか。いや、ね、今日のもう旗揚げ戦でね、皆さんね、満足したと思うんですよ。満足、 まだまだ先があるなという満足ですね。これからもっと期待が膨らむなというね、そういうものを見せてくれたので、次ボリューム2ボリューム3、どんどん、ね、進化していくと思うんですよね。で、UWF スタイルもね、プロレスもやっぱり山崎さん進化してませんか。そうです ね、進化してましたよね、令和になって。僕がやってた時とはまた違うね、色が出てましたし、翔選手が乗り込んできたように、もっとね、選手の交流があっていいと思うんですね。僕らの時代にできなかった UWF をね、また見せてほしいですね。そうですね、今回の翔選手の登場というものもサプライズでしたし、まだまだグレートは我々に大きな驚きをこのリング上でもたらしてくれそうな、そんな予感がします。さあ、いつになるかは分かりませんが、必ず皆さんの目の前にはグレートバージョン2が日の目を見る時が来るでしょう。その時まで皆さん、グレートして待ちましょう。そしてまた一緒にグレートバージョン2でグレートしましょう。そろそろお別れの時間がやってまいりました。 TDC ホールからこの辺でお別れしたいと思います。解説は柴田壮一さん、山崎和夫さんでした。お二方どうもありがとうございました。ありがとうございました。